はい、よろしくお願いします。はい。では、今日2コマ目の話を始めていきます。どういう話をしたかっていうと、もともとの LSM 定理、オリジナルのリープ、シュルツ、マティスが示した定理っていうのは、まあ、元の論文では明白には、あらわには書いてなかったけど、対称性の存在下でっていう条件がありました。で、複数条件があったという話でした。で、まあ一応リマインドで、こういう複数の対称性があって、その間のある種の整合性を調べるっていう話なんだけども、まず、これを見て、このステートメントを見て分かるのは、一つ目を示すのには、まあ、適当なハミルトニアンを持ってきて、その規定状態を調べるっていう、まあよくある、伝統的な物性の問題の流れに沿ったプロセスをやればいいんですけど、二つ目っていうのは、対称性がこのデルタ H っていう変形に関してどういう制限を課すかっていうのを議論する必要があるので、まあ、ポテンシャルには、いろんな広いクラスの、まあ、あまり現実的ではないかもしれない相互作用も考える必要があると。そういうハミルトニアンを変形するっていう、ある種物性のコテコテの物性の人にはまあ、考えにくいような問題、まあ、変形自体はあると。だから任意の変形っていうちょっと独特の操作を考えています。それが LSM の、あるいはまあ SPT もそうですけど、そういうものの特徴です。で、前半の最後に述べた通り、スピンから場のスピン系の対称性をその場の理論の対称性に翻訳する必要があるということを述べました。で、それを翻訳するのに重要なのが、ここに書いてあるボゾン化の公式で、まさに左辺はスピンの演算子で、右辺は場の演算子なんで、これを使って場の理論に翻訳する事象をどんどん充実させていこうと。そういう運びになります。で、一応大事なところだけおさらいしておくと、SZ はユニフォームなパートはファイの空間微分、交対的な部分はコサインの 2φ で、S プラスの方は交対的な部分はこういうエクスポネンシャル iθ っていう指数、フェーズで、交対的な部分はこのエクスポネンシャル iθ っていう位相に加えかけて、こういうコサイン 2φ っていうのがいるっていう、そういう格好になっています。例えば、今、書いてるだろう、ボゾン化公式は右の方のボックスに書いておきました。で、ワンサイトの平身がどういうふうに読み替えられるかというのを見てみますと、結論を述べると、ここに書いた通りで、π を2分の π ずらす、θ を π ずらす。今、一応、リマインドすると、これ S2 分の1の話です。1本のスピン2分の1チェーンの話です。で、π を2分の π ずらすってのはどこから来たかっていうと、例えば、この交対部分。まず、ユニフォーム部分はコンスタントな変化に関して不変なので、ここは何も悪さしないんだけど、このコサインの部分、交対的なので、これ、ワンサイト、この SJZ の J を J たす1にすると、ここマイナス符号が出てきてほしいですね。だから、コサインの方から π 出してやって、それで J を J たす1にするっていう、そういう辻褄合わせみたいなことに、この2分の π のズレが役立つ。で、同様に、交対部分を見てやると、ここにマイナス1の J 乗がいるんで、θ は π ずれてほしい。だけど、今度はユニフォームパートもこの指数、フェーズのところがずれてしまって、そこからマイナス1倍出るんだけど、コサインからもマイナス1倍出てくるので、全体としてユニフォームパート不変、スタガードパート、交対パートも、ちゃんと J が J たす1に置き換わるということで、結局これで良いってことが分かります。こうやって翻訳していきます。で、実際に一番正確には、これ、ワンサイトの平身なんで、π の中の空間の引数 x を x たす a0、次のサイト、隣のサイトにずらしてるんですけど、あくまで場の理論なんで、これ、連続極限の話なので、この微小な差は無視してると思ってもいいし、連続極限取ると、π of x にここが収束すると思っていただいても大丈夫です。で、単なるそれだけの話に聞こえるんですけど、これ結構大事なこと言ってて、連続極限で格子の対称性が
もともとは平身対称性というのは Z だったわけです。それはだから1サイト進む、2サイト進む、3サイト進むっていう Z っていうこの整数のグループだ群だったわけですけど、今場の理論ではオンサイト、つまり空間の変化を伴わない対称性でかつ G2 ではなく G2 に変化していますね。これは、まあ、場の理あのこのボソン化公式で、全ての励気を拾ってきているわけじゃなくて、波数 π の励気と波数0の励気を主に低エネルギー励気でそれを拾ってきているので、その波数 π っていうことから G が G2 に変化しているっていう、そういうことです。はい、だから実はもともとの対称性と場の理論対称性は結構違った形に見えることはあって、それは場の理論が元の問題の全てのヒルベルトスペースをカバーしているわけではないから変化しています。だから結構ひじめなんですね、その場の理論の言葉で対称性を読み直すと。まあまあ、より自明な方としてはスピンの回転ですね。例えば Z 軸周りのスピンの回転は π はそのままに、θをそのまま α だけ回転させればいいと。これはまあそのままですね。だから、今ここで2例で分かったのは、結局ボゾン化公式っていうのはとっても大事で、演算子と量子場の関係式の翻訳を、特に対称性の翻訳を可能にしているのはこのボゾン化の関係式のおかげですね。はい。はい。ハミルトニアを出して、わからないことでも一応対称性を押してはいい。今の質問はこういうふうにボゾン化公式をあらわに使わなくても、ハミルトニアンがそもそもの対称性はどういう形でありそうかっていうのをなんとなく示唆しているってことですよね。そうですね。うん。だからまあ、アラバニが来ている状態の対称性のグループとか、はい。なんか、ここに存在するように。はい。そうです。今あったのは、だからどういう対称性と整合するような、その揺らぎが入ってくるかっていうのは、まあ、ある程度考察できるんじゃないかっていう話ですけど、まさに押川山中アフレクとか今日これから話しますけど、場の理論を今まではかなりこうエクスプリシットに場の理論のハミルトニアンを書いてきたわけですけど、対称性だけからどういう相互作用が可能か、あるいはどういう相互作用が不可能かっていうことを絞っていくっていうのは場の理論の重要な操作なので、そういう側面についてまず今回午後の前半のところは費やしていこうと思います。で、まあ、例えばハミルトニアンだけからなんか示唆されるっていうのは結構まあ難しいっちゃ難しくて、例えばどこに行ったかな、今例えばこの、そうですね、 XXZ 差だけ持ってきて、このデルタがない状況ですね。でこの友永ラティンジャリキッドのハミルトニアンは当然ワンサイト平身に関して対称なんだけど、それがこのハミルトニアンから例えばファイをファイタスコンスタントにするとか、シータをシータタスコンスタントにするとかってとこまではなんとなく予想はできるんだけど、じゃあそのコンスタントはいくつですかってのはやっぱりこういうふうに対象さんのワンサイトの平身対称性をあらわに破ったときにどういう相互作用が出てくるかとか、そういうのまで含めて見れば確かにボゾン化公式なしにも一応いけますね。まあでもまああるに越したことはないです。あるにっていうのはこのボゾン化公式があるに越したことはなくて、これが結構有用だと、まあ、これがあるおかげで 1D の理論はかなりコンクリートなことが言えるっていうのもあります。で、今からやるのは対称性の、まあ、ちょいちょい話題に出てきて、まあ、質問で上がってましたが、こういう場の理論を書いたはいいんだけどお釣りをどんどん見逃しているだろうと、コサイン6ファイなりコサイン8ファイなりあるかもしれないし、じゃあなんでサイン4ファイは出てこないんだとか、そういう話も、まあ、不安もあるわけですよね。それが現れ、そういうもののうち一部は対称性からハミルトニアに現れてはいけないっていう、対称性からハミルトニアの可能な形への可能な形の制限っていうのを議論することができます。例えば今言った通り、格子の平身対称性が G2 の対称性なんで、コサイン 2φ とかサイン 2φ は入ってこれません。なんでかっていうと、π を2分の π ずらすんで、このコサインとかこのサインは π ずれて、
あの引数が π ずれて符号が出てきちゃう、マイナス符号が出てきちゃうので、これは変換に関してオッドだから含まれないし、例えば、U1 スピン回転対称性があるから、コサインシータとかサインシータは右辺に出てこれないんですね。その代わり、シータの空間微分とかは出てこれる。で、あるいは、サイン 4φ っていうのは、じゃあなんで出てこないのかっていうと、今は議論しなかったけど、反転対称性から排除できて、反転対称性はシータはシータオブ x をシータオブマイナス x にするだけだけど、π についてはマイナスがつかないといけない。これはなんでかっていうと、ここです。まず、空間反転するんで、このここ空間反転に関してオットなんですね、微分が。なので、それを打ち消すために π がマイナス符号を出さないといけない。で、コサインなんで、ここは幸いにもコサインの符号は変わらないから、全体として一致していて、ファイをマイナスファイにするだけでよろしいということです。まあ、ここ厳密に言えば、ここ反転対象っていうのは、サイト中心反転対象ですね。で、サイン 4φ は今排除できました。なので、コサイン 4φ はこの今3つ対称性を課したわけで、その3つからは排除できないわけですね。そういう排除できない相互作用というのは基本的に入ってきます。ファインチューニングをしない限り。で、コサイン 8φ も同様に入ってくるじゃないかっていう話は当然なんですが、それは、スケーリング次元がより大きいから、それはコサイン 4φ が存在する限り無視してよい。だから対称性によって、失礼、対称性によって、許される相互作用のうち最もレレバント、つまり最もスケーリング次元が小さい相互作用が、まあ、ファインチューニングしない限りは出てくる。で、スピン2分の1のはしごの場合は、じゃあ問題を変えて、仮に友永ラッティンジャーリキッドのこのカイネティックタームのとこまでは同定できたと。じゃあそこにプラスでどういう相互作用が入ってこれるかっていうのを検討してみると、今これ φ プラスっていうのはシンメトリックなモードでした。シンメトリックっていうのはレッグの入れ替えに関して対象で、相互作用の候補としてはここも同様にコサインとかサインとかが入ってこれるだろうと思うんだけど、まあ一般にもともとのスピンがコサイン 2φ とかエクスポネンシャル i シータとか、この要は指数肩に乗ってるところが φ とかシータの係数が整数なんで、まあ、コサインとかサインの中身も M っていうここに書いてある係数は整数と思う。まあ分数はなんかスピンを分割しないといけないので、そういう相互作用は入ってこないだろう。だからまあ整数だと思うのが自然で、とりあえずその制限の下でどういう相互作用にが可能でどういうのが不可能かっていうのを考えてみると、一番制限が強いのは U1 のスピン回転対称性で、 SZ 周りの回転はシータをコンスタントずらすんだけど、このコンスタントは任意でいいので、もうサインとかコサインのシータはもうその時点で全滅です。で、変身対象は今 φ が φ プラス π になります。要は2本のレッグがあって、レッグを2個とも同時に変身するんで、それぞれからさっきのスピン2分の1の時の2分の π が出てきて、π プラスが π プラスプラス π ずれるんだけど、この π プラスというのはモジュロ π でしか定義できないので、実は全然変化しません。その代わり、θ っていうのは π 変化します。まあ、だから、例えば仮に cosθ プラスとか sinθ プラスとか出てくれば、まあ、そもそもなんですけど、π プラスがモジュロ π でしか定義できてないんだから、そんなのはもともと出てこない。だから、まあ、cos2π とかは出てきていいんだけど、例えば、これ、cos5 プラスとか、そうそう出てこなそうに思えるんですけど、実は出てくることができて、どういう時かっていうと、例えば、1番目のレッグだけに、こういう交代的な磁場を z 方向にかけます。そうすると、cos2π1 なんだけど、これは、実はコサインファイプラスとコサインファイマイナスの和でかけていて、コサインファイマイナスの方がなんかどっかにピン止めされていると、コサインファイプラスが出てきて、なんか一見このファイプラスと矛盾するように見えるので、まあこの考察は必要だったわけです。このワンサイド変身が確かにこの変な相互性を出してきちゃってるわけですね。それで反転対象の方は S の
今どういう反転を考えるかっていうと、レッグに沿ったインデックスだけマイナス符号にしてるんで、これはやっぱりスピンチェーンを同時にひっくり返すから、ファイの方だけマイナス符号が出てきて、サインは全般的に禁止されます。なので生き残るのはコサインの偶数かけるファイプラス、一番小さいのはコサイン2倍のファイプラスですね。だからファインチューニングをしない限り、ここにコサインの2ファイプラスっていうのが出てくるっていうのは予想できて、それは実際正しかったわけです。確認できましたね。ということで、この辺のファイプラス抜けちゃ、プラスが抜けちゃってますけど、ずっと。ここにラングの方はコサインの2ファイプラスっていうのが出てきて、ラングというかラダーの方は出てきて、チェーンの方は4だったっていうのは対称性の、違いから分かった。もっと言えば4なのか2なのかっていうのは、スピン2分の1チェーンが1本なのか2本なのかっていうので、平身対称性の形が変わってたので、そういう違いが可能な相互作用の形が違った。あるいは言い換えると、サインゴルドンという点は共通してるんだけど、そのスピン差と場の理論の対称性の翻訳則が違うせいで、コサインの形が変わったと言ってもいいですね。ということで、今言った通り、一番の違いはスピン2分の1とスピン1の違いはスピンの個数、何のこっちゃですけど、要はスピン2分の1、 S イコール2分の1のスピンから、それを2つ組み合わせると S1 の大きなスピンを作れる。一般に S2 分の N の大きさのスピンっていうのは、 N 個のS2 分の1スピンから分度結合で作れるわけです。だからちょっと質問にもありましたけど、一般に大きなスピン2分の N っていう大きさのスピンは、こういうふうに N 本のラダー、もはやなんかラダーにも見えなくなってきました。これも一般にラダーと N レッグのラダーと呼ぶのが慣習で、こういうラダーを考えて、一つの単位法に、単位法がこの角ですけど、この単位法内に N 個 S2 分の1がスピンがいて、それらが弱く結合しているとして、手式ができます。そうですね、今堀田さんが言ってたのは、さっきラダーだとシンメトリック、アンチシンメトリック、あるいはボンディング、アンタイボンディングのモードが2つ出てきてたけど、NREC だと一般にたくさんモードが出てきていて、それが SUN の弦のようなものになってるだろうと。それはその通りで、今考えてるのは、こういう N 本のレックを弱く結合させて、新しく理論を作ったときには、実は対称性というのはめちゃめちゃ高くて、結合していなかったらすごい U1×U1×U1×U1 なんで、まあその部分群として SUN とか出てきてもよい。おっと失礼。全然地名じゃないですね。そうです。だから、ちょっと引用忘れましたけど、この点の議論でよくあるのはアフレック・ハルデンの非可感ボゾン化とかで、彼らがやってるのは、この相互作用としてユニットセル内にペロの結合、つまりこの N 本バンドがあるけど、その N 本のバンドっていうのは地名に結合するように相互作用を入れてやる。そうです。でやると、まあそれは今だから分度結合なんでフェロに結合させるんだから、だからそういう意味で低エネルギーのこの大きな2分の N って大きさのスピンを持ってるモードっていうのは、ファイ1、ファイ2と全部シンメトリックに表示性的に足したモードが生き残るだろう。と、そういうふうに対称性とかから期待できます。で、N 本あるんで、格子の平身対称性っていうのは2分の π かける N、N 本同時に平身するので、そうすると、N が奇数の時だけコサイン 2π が禁止されて、偶数の時は特に禁止されないことが分かります。どうぞ。そうですね。はい。ないですね。
そうです、そうです。はい、確かに今だから原理的には、まあ、こういうフェロの結合以外を考えてもいいし、そこでなんか特殊な模型が出てきても、あの流用思想が出てきてもいいわけだけど、今、まあ、それもそういう結合というか相互作用の取り方をしないといけないってことは常にないので、まあ、こうするのが自然だよねとか、そういうふうにして模型を制限していきます。で、今こういうシンメトリックな輪を書く理由、もう一個あって、ここ、θ って書きましたけど、この θ がグローバルな U1 対称性と結合していて、それは常に破れないんですね。例えば θ1-θ2 っていうのは、それのコサインとかサインとか出てきていいんだけど、このイコールで足したやつ、この大きな大文字の θ のコサインとかサインとかは、グローバルな U1 対称性がある限り出てこれなくて、で、そういうものは今一次元なので自発的にも破れられない。そうすると、そういうレレバントであそうな、その繰り込み群の意味では効きそうな相互作用は禁止されるので、他のモードよりはあのギャップが開きにくいだろうと、そういう意味でこういうふうに、このモードが低エネルギーを記述するだろうと期待して、まあ、そう思うと、まあ、フェロで入れるのが自然で、確かにそれは物理的に整合しますねっていう、そういうロジックで元の、まあ、これからやる押川山中フレックはこれを議論しています。どうぞ。はい。S イコール1のお話やって、もっと S が大きくなった時の一般論の話。そうです。ありがとうございます。そこちゃんと言ってなかったですね。今、だからハルデンコンジェクチャーが何言ってたかっていうと、整数スピンの時はギャップが空いて、半奇数スピンの時はギャップレスですよって言ってて、そういうイーブンオッド効果ってのはどこから来てるかっていうと、ここの公式平身対称性にその一端が現れていて、n が奇数の時と n が偶数の時っていうのは、明らかにこの公式平身に対する応答が2種類に分かれるわけですね。だからそういうイーブンオッド効果はすでにこういうピクチャーで見て取れる。まだそのトポロジカルな意味合いとかはこの段階では分からないけど、そういうスピンの個数の変、まあ、要はトポロジカル項っていうのは結合定数が S スピンに比例していたわけで、でトポロジカル項っていうのはあのスピン1個、要はあのベリーフェーズから来てました。でベリーフェーズっていうのはスピン1個に付随してるんだけど、 K 全体に関して和を取ってましたよね。それと一緒で、あのこっちの単位法の中でベリーフェーズを和を取って、その個数が全部イコールウェイトで入ってくるなら係数として入ってくるわけで、そのトポロジカル項っていうのは結局スピン2分の1が単位法に何個いたかっていうのを反映してるんですね、 S の違いっていうのは。だから関節同じものを見てるんだろうってことはここから推測できます。あらわにトポロジカル項という格好にはなってないですけど。ちょっと乗り換わらなくなっちゃったんで、これ、どうぞ。ランドミルのは、例えば、S が1の時の気持ちとしては、だから、その、それの凍結の極限だと、S イコール1の内包されることを考えてる、はい。そうですね。で、ちょっと待ってください。アンチフェロダメですよ。アンチフェロはラングシングレット層が出てきちゃうんで。ええ、アンチフェロで例えばアンチフェロラダーの時は縦にフェロを入れましたけど、斜めにバッテンでアンチフェロを入れてってのもは OK なので、そういう意味でアンチフェロは OK なんですけど、あの単位法がフェロじゃないといけない。そうです、これはそう、基本的にはないですね。万が一例外としてあるかもしれないけど、狙ってる S だけのセクターに取り出せるようなプロレクションになってれば何でもいいんですね。ただやっぱり、そう。そう。まあ、でも、まあ、そうですね。でもまあ、一応だからバイクアドティックとか入ってたっていいわけで。まあ、それはそう。あの、プロレクションオペレーターでそのところにプロジェクトするのが一番いい。だから一応。どっちが楽か。多分綺麗になる可能性もあるし、そのフェロ、入れた方が綺麗になるかもしれないという、まあでも結論は一緒だ。まあ今問題になってるのは、そのフェロに結合したスピン2分の n のセクターをどうやって作るかということと、
まあ主にそれかなだと思うんですけど、でもう一個問題になるのは、まあ、そこはどうやっても多分作れるんで好きな方法やったらいいと思うんですけど、ただこれちょっと非致命なのはスピン2分の1のラダーの時には数値計算でウィークカップリングとストロングカップリング、つまりラングが弱い時とラングが強い時は滑らかにつながってたんですけど、これは今確認してないので、まあ、本当は頑張らないといけないんだけど、これスピン大きくなるほどしんどいので、特にギャップレス、ギャップがありますかないですかっていう問題なので、まあ、あと N がでかくなるほどスピンギャップが空いたとしても小さくなるわけです。なんでかっていうと、N が無限大に行くとそれはもう2次元なので、単純に大きなスピンの、大きなスピンのというか、ラング方向というか、鉛直方向にフェロで、水平方向にアンチフェロのスクエアラティスみたいな目標を考えていることになって、まあそれは、まあ、どうなってるか知らんけど、多分自発的に対称性破れそうなもんかなとは思うんですけど、まあちょっとややこしいですね。やぶ蛇だったかもしれない。まあともかく、なんか、一般にこの手の話でよくあるのは、このレックの数が大きくなるほどスピンギャップは開きにくくなります。はい。どうぞどうぞ。予想だとスピンが安定というか、あの安定というかみたいな話で、ちょっと思うんですけど、そういうのって、その基本的に念頭に置いてるのは、2分の1を N で組み合った、うん、やって、そのスピン2分の N を作るっていう設定のもとで、そのアルペンコンジェクチャーの主張があるんです。彼がどういう、ね、話を念頭に置いて、それを作っやったかは分かんないですけど、昨日示したのはそういうことをなしにしてもあのスピンが半期数か整数かでトポロジカルタームの挙動が違ったから規定状態の性質は違うよねと。で、あのそれ以外のタームは全部一緒なので、じゃあ例えば話をとあの半期数に制限したとすると、規定状態としてスピン2分の1と2分の3はおそらく同種のものだろうと期待するのは自然ですね。でその時にはスピン2分の3はスピン2分の1を3個組み合わせてるとかは念頭に置いてないはずです。ただまあフィジカルにはこの世はまあ一応スピン2分の3とかスピン2分の1、3個つけて作ってるわけだから、まあまあそういう話をもしかしたら当時は思ってたかもしれないですけど、それはちょっと分かんないです。あ、さっきのあの N が大きい時の話は、はい、N が無限大は古典スピン系だからギャップなんてないよね、はい、で、あ、そうですね、一次元のスピン、あの古典スピン系だからギャップないというのが多分一番明快な説明ですね。ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫です。はい。今ちょうどいいそのスピン の半期数と整数の違いって話が出てきたんですけど、まあ、ちょっとここからはさらにお話的になっちゃうんで、ちょっと、まあ、適当にリラックスして聞いておいてほしいんですけど、実はこの LSM の定理とハルデーンのコンジェクチャーって話は、ある意味アノマリって言葉で一つ統一的に眺めることができるよっていう話を、まあ、本当にお話程度なんですけど、させてください。で、LSM 定理っていうのは、午前中にちょっと話しましたが、対称性、複数の対称性の間のある種の非整合だと言いました。それと似たような概念がありまして、場の理論ではアノマリーとして呼ばれています。アノマリーって大雑把に2種類あって、量子異常ってのと、これいつも読み方困るんですけど、とりあえずトフフトとします。トフフト異常というのがあって、で、前者は、まあ、よくあるよくというか、まあ、よく広く知られた話で、古典場 の量子場の理論ってあの普通は古典場理論を量子化して得るわけですけど、その古典場理論にあった対称性、特にカイラル対称性なんかがその代表例ですけど、量子場理論に持って量子化すると破れてしまうというそういう異常です。で、後者のこれから単純にアノマリーと呼ぶトフフト異常っていうのはスタート地点がすでに量子場理論です。で、量子場の理論の対称性一つをゲージ対称性とみなしますっていう、ちょっとなんかどういうことっていう操作をするんですけど、もともとは対域的な対称性だった対称性を、まあ、ゲージ対称性だと思おうと。そうすると別のより高い対称性の局所ゲージ対称性を持った別の量子場理論が構成できます。で、そういうゲージ化って呼ばれる操作なんですけど、そういうゲージ対称性に格上げするっていう操作をしたときに、そのゲージ対称性を新しく獲得した量子場理論っていうのが、もともとの場の理論にあった別の対称性と非整合を示します。で、そういうときにそれをトフフト異常、あるいはアノマリ
と呼びます。つまり、まあ、冷戦定理というのはこの後者の複数の対称性があったときに片方をゲージ対称性に格上げしたときに矛盾が起きますよっていう話で、なので、まあ、一応複数対称性を指定するっていうのが前提条件に入ってたんですね。まあ、こう言われてもって感じなので、まあ、一応上の方に定義は書いておきました。で、ある量子多体系の低エネルギー理論が、複数の対称性の間にアノマリーを持つ量子場理論、つまりもともとは量子場理論にあった対称性と、あの対極的な対称性 G1 と G2 があったとして、それを片方を量ゲージ対称性にしたときには異常が出てくるっていう、だから今考えている量子場理論としてはそのままなら何の矛盾もないんだけど、ゲージ化したときに変なことが起きるっていうアノマリーを持った理論だったとしましょう。そうすると言えるのは、この対称性の存在下ではユニークかつギャップドな、つまりこの量子場理論は記述する規定状態っていうのはユニークかつギャップドにはなれないっていうのが、ちゃんと示されてるわけではないけど、おそらくそうだろうとな、あの一部の人は信じてて、例えばスピン波の場合にはこれを私と押川先生が2017年調べました。でどういうことを言ってるかっていうと、我々の話でちょっとまあ完全に仮定因数っていう感じであれですけど、例えばウェスズミノウィッテン理論っていう強形場理論の一種なんですけど、 SU2 のウェスズミノウィッテン理論を考えましょう。これは非線形シグマ模型の親戚みたいなやつで、トポロジカル項を持ってます。でトポロジカル項の係数がレベルと呼ばれる非不整数0、1、2またはその大きい、それ以上の大きい定数です。で、このレベルっていうものの正体は何かっていうと、ざっくり言うと、さっきのこのスピン2分の n を作った時のこのバンドの数、これがレベルに対応していると思っても大丈夫です。ただし、だからそういう高い自由、大きな自由度を持った系、大きなスピンを扱う時は大きな自由度を持ってるんだけど、さっきもちょろっとお話ししました通り、こういう重心モードみたいな等しく足していったモード、フェロに結合させたモード以外は結構ギャップがどんどん空いてて低エネルギーでは効かなくなります。なのでこのレベルっていうのは一番最大の、おそらく最大の値はスピン S の時に 2S、 K が 2S になるんですけど、低エネルギーではもっと低いレベルのが実現しているしてもよくて、例えばスピン2分の5だと、まあ、レベル1が実現したりするんですけど、これ、まあ、想像が、まあ、すごいややこしいんですけど、すごいことにこのピンクのドットはレベルが5で、要はだから 2S なんで、これほぼ最大値ですね。おそらく最大値。で、この青いラインがレベルが3、まあ、奇数が出てきています。こういう模型ですね。まあ、こういう変な模型を考えると、低めのレベルの1とか3とかは出てこれます。で、はい。あ、そうですね。で、今言ったのは、スピン差を、扱ったときに、これを独立したバンドだと思ったら、最大限のレベルは 2S のレベル済みのウィッテン理論が出てきたんだけど、ここにバンド間の結合をどんどん入れていくので、この自由度はどんどん落ちていって、一般にレベルは落ちていくわけです。で低エネルギーだとどういうレベルのウェスズミノウィッテン理論、あるいはギャップが空いたら全然違う規定状態になる可能性もあるんですけど、例えば規定状態はレベル1の SU2 ウェスズミノウィッテンだったら、これは実は共ながらラッティンジャー液体で、レベル0までいったらこれは何の問題もなく質量項を獲得できるのでハルデンが出てきたりと、そういう挙動が出てきます。でこういうレベルがモードがギャップアウトしてくってプロセスはレベルが下がってくってプロセスで、で我々がピン差について言ったのは、レベルの間に空気の効果がありますよっていうことを言っていて、そこにアノマリーが関わってきます。今さっきボゾン化の議論で示した通り、G2 対称性、つまり格子の平身対称性を場の理論に持っていくと G2 の対称性オンサイトになりました。この SU2 のウェスズミノウィッテンに G2 対称性を課すとしましょう。で、かつその G2 対称性をローカルなゲージ対称性にしましょう。そうすると、もともとは SU2 の群を
の対称性を持ってたんだけど、そのうちの G2 の部分は非物理的な自由度になるので、その例えばファイとマイナスファイを同一視するような、つまりファイとマイナスファイはもともと違う、まあ、例えばなんでファイ、まあ、ファイじゃなくてもいいんですけど、なんかの何らかのプサイって場があったとして、プサイとマイナスプサイってのを同一視しましょうということをやると、でプサイがもともとは SU2 の弦だったわけで、この場の理論においては。でそういう G2 の原子化っていうのは、要は場の値を SO3、 SU2 を G2 で割った SO3 に制限することです。つまりこうやって対称性 G2 を原子化して出来上がる理論っていうのは、別の対称性 SO3 を持ったウェス済みの一点理論、まあ、ウェス済みの一点理論というのは非常に一般に弦の値、群の上に値を取るある種の共形場理論の一群です。だから SU2 に限らず SO3 のウェス済みの一点理論というのはあってよくて、でその SO3 のウェス済みの一点というのはこうやって作ることができます。でゲプナーとウィッテンが86年に行ったのは、元のレベル SU2 のウェス済みの一点レベルが奇数の時は変なことが起きます。で変なことって言ってるのは、モジュラー普遍性っていう、まあ、これも何らかの意味で非整合と思っておいてくれればいいんですけど、共形場理論が必ず持ってるべき性質を破るんですね。だからレベルが偶数の時にしか原子化はできません。つまりレベル、言い換えるとレベルが K が奇数の時はアノマリーがあるということになってます。つまりレベル K の SU2 ウェス済みのウィッテンは、 K が奇数の時のみこのオンサイトの G2 対称性と共形変換についての対称性、つまり共形対称性との間にアノマリーがある、こういう言い方ができます。でこのレベル K と最初レベル K にあった場の理論がレベル K プライムに落ちていくと、要はヨシスピンサの有効場理論として、ある程度の高エネルギーはハイアーなレベルの K のウェス済みのウィッテンだったんだけど、低エネルギーに行くにつれてレベルが落ちていって、仮に K プライムに行ったとしましょう。そうすると我々が示したのは、配理法的に示したのは、平身対称性と SU2 対称性を保つ限り K と K プライムの偶奇は一致します。つまりスピン半奇数の時は K が最初は 2S なんで奇数のクラスに属してますね。だからこれ保つ限り、どんなに低レベルに行っても0に行けないんです。で1に行くんですけど、1っていうのは共ながらラティンジェ液体でした。なので平身対称性と SU2 を守る限り地面にはギャップが開かないんですね。そういう意味で今のアノマリーの、つまり対称性を原子化した時に何らかの非整合が起きるって話と、そこから LSM 定理の主張がこのスピンさんの場合には出てくる。つまり、もともとは、何の問題もなくウェルディファインドだった場の理論なんだけど、その場の理論が何かいくつかのクラスに分けることができて、そのクラスってのは何か原子化って操作をした時に変なことが起きるクラスと起きないクラス、まあ、だからそういう分類においてこういう原子化っていう仮想的な操作を考えるのは意味があるっていう、そういうお話でした。だから、まあ、ここで言いたいのは2点で、 LSM 定理っていうのは場の理論のアノマリーと多分かなり関係している議論で、でスピンサの時にはもう一応示していて、もっといろんな複数の対称性の間のアノマリーなんで、持ってくる対称性のバリエーションが違ってきたり、そもそも場の理論が違ったりといろんなバリエーションがあるので、こういうのをうまく組み合わせるといろんな量子層のいわゆるトポロジカル層の分類とはまた違った分類ができるっていうので、まあ楽しいんじゃないかと、ちょっとだいぶファンシーな話なんですけどっていうのがあって、まあ LSM と一番関係するのはこの辺の話だと思います。で同時にハルデンコンジェクチャーも出てきていて、さっき言った通り、あのレベルが偶数だとアノマリーがないので K が0、レベル0に行けて、その人はその人でその場の理論は別に問題なくギャップが開くんです、ね、だから、実はアノマリーがあるないっていうのを議論すると LSM とハルデンコンジェクチャーが同時に出てきてて、まあ、我々はそれを一つ場の理論だけで出しましたっていう宣伝でした。まあ、ちょっとはいはい、どうぞ。ディープタイプになることは、
アンディだから、ゼロとパイだけを、はい、まあ、想定してるからじゃないですか。そう、反響実性スキン差だからですね。だから、デプスニュアレストとか入った時には、まただから、そこの仮定を変えながら考えない。例えばでも、ネクストニアレストが、ドミナントなと小さいときは問題ないわけ で、ドミナントになってくると、それはどっちかというとジグザグラダーとして考えてやればよいだけだから、まあ、また別に0と π だけが結局、π の定義が変わるだけなんですけど。はい、まあ、だからまあそれをちょっとだから物理的な直感でこう、どれを選択するか考えつつ、こういうことを考えれば。そうですね、今0と π で良いっていうのはある種の非可感保存化のプロセスから従ってくるので、まあそんなに変なことはしてないんですけど、だったらまあ大体そう、そうだからポイントはもうそれこそその SU2 のベス2の1点って話とレベルって話とあとは D2 っていう対称性だけを指定していて、もう模型の公式のハミルトニアンがどういう形ですとかも全然気にしてないんですね。だからその辺はもう対称性はほぼ対称性だけから出てくる議論だっていう。はい。ゲプナビッテンはハルデンの仕事とは全く独立にこれを示したんですか？彼らのモチベーションは SO3 のウェス済みのビッテンを作りたかったということですね。で、作ろうと思うと、レベルが偶数じゃないといけませんでしたって話なんですけど、我々の古谷押川っていう論文は、ある種の解釈論で、それが物性にこう意味のある結果ですよっていう。うん、彼らは当然原理論の文脈でしかやってなかったので、うん、そういうお話です。なんかその昔のハルデーンでもなんかベス済みのビッテンの話とかチラチラ出てたと思うんだけれども、はい、この、対応は2017年まで待たないと誰も気がつかなかったという感じ。それは、それはいいご指摘で、多分私の言い方が多分古代広告気味だったんですけど、確かにアフレックとかは完全にこのイーブンオートの効果は認識していたんだけども、まず1点はアフレックとかが、まあ、なんか人名を具体的に挙げるとあれですけど、まあ、昔2017年以前に言っていたのは基本的に奇数レベルがレベル1に行きますよとか、偶数レベルがレベル0に行きますよとかっていう話で、まあ、要するにハルデンとコンジェクチャーと同じ文脈で議論されていたんですけど、我々の話はレベル K と K プライム、別に行き先は1とか0じゃなくてもよくて、それこそ5から3とかでもいいわけですね。だけど、まあ、そういうのはちゃんと偶気はそういう行き先を1とか0に制限しなくてもちゃんと偶気性が分かれているってことを示したのと、まあ、ある種この PRL の論文の売りはそういう話をまとめた上で量子臨界層っていうものが対称性に守られてますよっていうシンメトリープロテクティッドクリティカルフェイズっていう概念にまとめ上げたっていう、そういう論文として売ってるんですけど、まあだから LSM とかハルデンコンジェクチャーとかその我々の2017年の論文の主張の一部は当然前に示されていて、まあフィールド性より詳しい人はある程度は認識していたはずです。まあだから大いに解釈論の論文です。太田さん大丈夫ですか？はい。素朴には今これがなんでこういう分類ができたっていうできたかっていうと、動詞の対称性の強形バリ、まあ、強形バリ論じゃなくてもいいけど、バンの理論があって、それが整数でラベルされていたっていうのがミソですね。整数のそのトポロジカル項の係数の部分だけが違うようなバンの理論がたくさん用意できて、それをごそっと2つに分けたんですね。だから仮に2次元以上の、それこそ例えばチャン・サイモンズとか、そういうトポロジカル項を持つようなものがあって、で同様にそういうトポロジカル項のラベルにくっつく結合の整数、そういうものを2つに分ける議論がもしかしたらできるかもしれないし、すごい期待したいんですけど、私はちゃんとフォローできない、できたんで、もしかしたらあるかもしれないですけど。まあ、どうなんですかね。
できても良さそうですけどね、そうカイラルスピンリキッドとかは。まあ、ともかくこの主張自体は1次元に限らないはずなので、まあ、簡単にというか綺麗にできるのが1次元だったから我々は1次元でやりましたということですね。ありがとうございます。質問はこの K と K プライムの空気が一致するって議論はどうやって示したのかって話ですね。これは、以下のように示します。まず、繰り込み群の変換の方程式の話をしましたけど、まあ、ちょっと、まあ、説明してなかったものとして繰り込み群の流れってものがあって、そのエネルギースケールを変えていったときにパラメータがどういう結合定数がどういうように変化するかっていうのをフローとしてパラメータ空間で追うことができます。で、この出発点としてよく言うのはアルトラバイオレットのフィクストポイントとして K のレベルを持ったウェス済みのウィッテンを持ってきて、終点インフラレッドのフィクストポイントとして K プライムを持ってきます。その間に繰り込み群の流れがあったとしましょう。そうするとこれは一般にアノマリーマッチングと呼ばれているんですけど、アノマリーっていうのは基本的に帯域的な性質なんですね、場の理論の。そうすると繰り込み群の流れでよくやるのはローカルなパーターベーションで場の理論に接動を加えていくわけです。で、まあ、最終的には接動と言えないほどそのローカルなインタラクションはでかくなるわけですけど、ローカルはローカルなんで、トポロジカル項がそれによって大きく性質を変えるということはないです。特にどういう意味で変えないかというと、アノマリーが始点にあったら終点にもあります。そういう意味で始点と終点の場の理論のアノマリーがマッチしてるってことでアノマリーマッチングと呼ばれるんですけど、我々はそのアノマリーマッチングをある種ハイリフォーで、もしレベルが奇数から偶数に行ったとすると矛盾するよねとか、偶数から奇数に行ったとするとこう矛盾するよねっていうふうに示しています。だからこの理論の論文をずっとなんかほとんど文章しか書いてないの一個もない論文ですけど、まあ、そういう、まあ、ロジックとしては平易なものになってます。はい、お話でしたが、ちょっと場の理論を頑張るとこういうことも言えたりします。で、まあ、ここは多分ちょっと場の理論からずれるし時間も押してるんで飛ばしましょう。はい、すいません、質問いいですか。もちろん。さっきなんか場の理論の方に行くとなんかトランスレーションが Z2 になる、はい、なるとかいう話をしてたんですけど、はい、で、そで、もともとそのインターナルの対称性としては U1 で取って、で、はい、トランスレーションの間のアノマリーみたいなことをおっしゃってたと思って、はいはいはい、U1 クロス Z2 だと、普通に多分ミックスアノマリー出ると思うんですけど、なんか U1 の、はい、U1 と Z だと思うと、なんかすごくにはミックスアノマリーみたいなのって出ないような気がして、なんかそうですね。だから U1 クロス Z、どうしましょうね、確かに。SO3 とかで取っておけば、もうちょっとなんか出やすいのか。SO3 は大丈夫なはずだったけど、すいません、はい、ちょっとすぐには。はい、多分だい。ちょっと僕の、はい。だから、我々は U1 までは主張してなくて、その、もともとのボゾン化の方が U1 に見えるから、こっちはアノマリがないように見えて変に聞こえるって話ですよね。まあ、UV だけ見てると、ちょっとパッと、そのアノマリの議論等の整合性は、なんか、地名ではないよね、はい、そうですね。だから、多分 U1。対称性とスピン回転対称性とこっちの LSM のボゾン化の話で書いたのがミスリーディングで、本当は指定されている対称性が U1 だけじゃなくて U1 と SZ をマイナス SZ にするっていう、あとだから X 軸周りの G2U1 だから半直積 G2 ってやつですね。なんでそれはミックスアノマリあってよかったはずですよね。多分そうですね、U1 はダメだと思うんです、はい、そうです。だからここで U1 って書いたのがちょっと嘘ですね。だからそっちの G2 も入れといてください。なるほど。っていうのはその G2 入れないとダメっていうのは明らかで、 Z 方向に全万磁場かけるとゆくゆくはギャップ開くので、はい、なので SZ 方向の反転みたいなやつも入れとかないといけません。あははは、あ、なるほど。あ、はい、はい、そうすると、はい、確かにコンシステントですね。はい。
ありがとうございます、はい、少なくともこの我々の PRL では SU2 しかやってないのでその点は大丈夫なんですけど、確かにあのスピン空間に縫製入れると G2 は絶対いります。はい、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。で、これは飛ばしましょう。だいぶ話が難しい方向に飛びすぎたのでもうちょっと現実に戻ってきましょう。時間は何でしたっけ、ちょっと待ってね。14時45分まで。まだ全然大丈夫ですね。じゃあ、磁化プラトーと量子場理論の2っていうことで、いよいよ磁化プラトーの話に移っていきます。で、まあ、いくつか話をするんで、まず、まあ、磁化プラトーの話をする上で避けて通れないのは、押川山中アフレックっていう話と、で、その上で、磁化プラトーの上で量子場理論を作るってお話を具体的にやりたいと思います。で、押川山中アフレック条件というものがあります。まあ、そもそも磁化プラトーっていうことが分かんない方も多分おられるので、磁化プラトーとは何ぞやというところからスタートしたいと思います。で、磁場をかけるとハミルトニアンにどういう項が加わるかっていうと、一番素朴にはこういうゼーマエナジー、リニアなゼーマエナジーが加わります。つまり、Z 方向にかけ磁場をかけていると、ポータルの SZ 全磁化に対して、H が磁場がカップルします。まあ、G とか μB とかそういうファクター全部込みで H で代表させましょう。で、S2 分の1のハイゼンベルグの反共時性スピン差に磁場をかけると、これはギャップレスなんで、で、スピンギャップがないので、磁場をかければかけるほど磁化が立ち上がります。で、ここに、カッパーピラジンディナイトレイトかな。はい。の磁化曲線、はい、実験の磁化曲線書いてあるんですけど、これ赤丸と青四角が実験データのはずですね。で、こっちもそうね、こっちも強磁場の方ですけど、赤丸は実験データで、で、緑の実線がゼロ温度のベーテ暗殺厳密解です。めちゃめちゃ合ってるんですね。まあ、それがまあ 1D のすごいところっちゃすごいところなんですけど、今ポイントは、磁場をかければかけるほどギャップレスなんで、磁化が立つと。で、磁場をかけるほど磁化が立つんだけど限界があって、飽和磁場では打ち止めになりますよっていう、そういう、まあ、自然な振る舞いが見えています。で、ここで実用になっているのはカッパ2プラスです。で、今度はスピン1にした。今のが S2 分の1の話でした。で、S1 にしてみると、S1 は0磁場でハルデンの層にあるのでスピンギャップが空いています。で、そこに磁場をかけると最初はギャップが空いてるせいで磁化が立たないんですね。これは、まあ、何て読むのか知らないですけどこの物質です。で、 J が70系ぐらいあって結構強磁場までやらないとギャップが潰れるのが見えないんですが、過去に頑張った人たちがいて、で、磁場をかけると最初は磁場が全然立ち上がらないんだけど、ある時に関連して急に立ち上がり始めるっていう、つまりある程度までは磁化が立たないのはギャップが空いてるせいで、で、磁場がギャップを潰して磁化を立て始める。で、最終的にはこの磁場領域では見えてないですけど、まあ70系なので見えないでしょ、J が。飽和磁化近傍ではやっぱりスクエアルートの挙動が見えると期待されています。で、まあここで言いたかったことっていうのは、磁場は基本的にスピン差、あるいはスピン系において、スピンギャップを潰す方向に働きますっていうのは当たり前なんですけど、基本的には磁場がドミナント、磁場のこのリニアゼーマンの項がハミルトニアにおいてドミナントになると、磁場をかければかけるほど磁化が増えるので、当然スピンギャップっていうのは閉じてるわけです。ところが稀にってほどでもないんですけど、磁場をかければかけるほどギャップが開くっていう状況が出てきて、それがみんな昔、まあ今もですけど、面白がってやるわけで、なんか、磁化プラトーと呼ばれています。プラトーっていうのはこう平たい台地みたいなことを指しているので、まあ、そう呼ばれています。で、面白いのは、例えばこの物質で見てみると、これは、まあ、もう、なんて読むのかすらわからないですけど、S1 のチェーンだったはずです。で、この一番右側のパネルは最初スピンギャップが開いてて、ギャップが潰れて関連して磁化が立ち始めるんだけど、途中でまたスピンギャップが開いてプラトーになってまた立ち上がり始める、そういう挙動が見えています。だからこの辺の中程度といっても恐ろしく強磁場ですね、30テスラとか
その辺からは地場をかけるほどスピンギャップが開くというなんか逆説的な挙動が見えて、まあ、そういう時価プラトーってのはいろんな、一番左はカゴメの反共時生態の数値計算の結果で、真ん中はストロンチウムカッパボレートというシャストリー・サザランドのラッティス状の模型の物質です。模型の物質、シャストリー・サザランド格子状の物質です。で、これ、フラストレート系の入門的な教科書を2011年の本から引っ張ってきましたが、いろんな物質で磁化プラトーが見えています。で、磁化プラトーのこのフラクションっていうのは、飽和磁化の値に対して何分のいくつの値のところにそういう磁化プラトーが立っているかっていうのを示しています。だから2分の1っていうのは飽和磁化の半分のところにスピンギャップがいた層がある。で、シンメトリーブレーキングが自発的に起きてるか起きてないかっていうと、まちまちで起きてなかったり起きてたりするんですね。だからいろんな対称性の自発的な破れた層とか、その否定状態がユニークかつギャップドなシンメトリーブレーキング層があっても、シンメトリーが守られた層があってもいい。まあ、これだけのリストはすでに2011年頃には、これも完璧なリストではないですけど、いくらでも見つかります。で、そういう磁化プラトーがいつ現れるかっていうことに対して必要条件を提示しているのが押川山中フレックです。はい。で、失礼。で、押川山中フレックはもともと必要条件ってことに加えて、彼らの論文は一次元でしか議論されてないんですけど、経験的に2次元以上の系でも成り立つことが知られています。もちろんその理論的な理屈をつけるのは結構難しいんですけど、そういう、もともとのオリジナルの論文は1次元限定の話でした。で、押川山中アフレックの条件っていうのは以下の主張です。まず、彼らの仮定したセットアップは以下の通り、平身対称性と U1 スピン回転対称性を持っています。で、そういう一次元量子スピン系でスピン量子数は S だとしましょう。で、1サイトあたり時価、要は時価密度ですね、時価が M だったとしましょう。で、M が0でもいいしノンゼロでもいい。で、その時にある比不整数互いに、互いにそうは言い過ぎかな、 P と Q があって、 S-M が PORQ、 つまり S-M が有理数であるとき時価プラトーが出てくる可能性があります。つまり、磁化プラトーが出るのに S-M が有理数であることが必要で、S-M が無理数であるときには磁化プラトーが現れないという、そういう、定理というか条件です。で、Q が1のときは単純に S-M が整数って話なんだけど、Q が1よりでかいとき、例えば2分の1、3分の2とかは、P のときには P と Q は互いに素にとりましょう。はい、そういう条件です。で、それを彼らはどうやって示したかっていう話。で、セットアップは、さっき書いた通りの、N 本バンドがあって、それぞれの1本のバンドが S2 分の1のチェーンの状況です。で、このユニットセル、つまりこの長い四角を一つのサイトだと思って、円柱方向のバンドを数える方向というのは内部自由度だとします。で、その状況で一応磁場をかけると、一応磁場なんで、こういう格好でかかってくるわけで、で、ボゾン化してやると、ナブラファイ N みたいになりますね。で、とりあえずこの格好のまま話を進めると、例えばファイ N の項を1個拾ってくると、友永ラッティンジャリキッドのカイネティックタームにこのゼーマンエナジーの項を加えると当然平方完成ができてこういう格好になります。つまり磁場はもともとゼロだったらナブラファイの事情みたいな格好になってたんだけど、磁場をかけるとファイがこの数かける x というシフトを受けるという効果として磁場の効果は理解できます。で、この効果をもうちょっと分かりやすく読み替えようというのが次以降のスライドで、
ファイ N をファイ N 引く KH 割る V かける X で変えるんですけど、これの物理的意味、まあ、まあ今は相互作用ある場合を考えてるんですけど、相互作用のないフリーフェルミオンの場合を思い出すのが一番分かりやすいです。でフリーフェルミオンの場合はこういう右図に書いたコサインのバンドがあって、それの真ん中ゼロ磁場だとそこにフェルミ面フェルミ点がありました。だけど磁場をかけるとパイがずれるって言ってるんで、でボゾン間の関係式を公式を逆に読み取って、パイがずれるってことはこの R の右向きのプサイっていう演算子場と左向きのプサイっていう場がどういうふうに変更を受けるかっていう と、つまり例えばプサイ L の方はここに Iφ が入ってるから、I かけるマイナス I かけるこいつずれますね。で R の方はマイナスがここにいるんで I かけるこいつかける X っていうふうにずれます。つまりこことこの元のフェルミオンを右向きと左向きに分離した式を見てみると、要は KF がこういうコンスタント、つまりフェルミポイントの端数がこの量だけ磁場に比例した量だけずれてるっていう効果になります。つまりこういうことです。コサインバンドが全体的に下にずれて、その分フェルミ波数が両側にちょっとシフトしている、そういう効果ですね。でそう思うとフェルミ点がここにあるっていうことは、当然占有しているフェルミオンの数が増えてますね。でフェルミオンの数が増えてるっていうことは、フェルミオンの数が1分の1からずれるんで、 SZ ってのはシーダが C 引く2分の1でした。それ書いてないかな、すいません書いてないですけど、口頭ですみません。だからそのフェルミオンの数っていうのは SZ でした。なのでフェルミオンの数が増えるってことは SZ が増えるっていうことで、まあそういうフェルミ面の位置がずれるっていう、こういうケミカルポテンシャルとして磁場が入るっていうのは、まあごく自然の効果として、このボドン化の公式を逆にフェルミオナイゼーションというかフェルミオン化すると読み解けます。じゃあ今度は、まあ、ちょっと符号が逆になるのでややこしいんですけれど、もともと磁場がかかったところからゼーマン磁場の項を消すっていうことをやります。まあ、今磁場が入るってことはファイがこの量のマイナスだけずれてたので、それを相殺するために磁場があるときはプラスだけシフトすれば良い。どういうことをやりたいかというと、さっきは平方完成した格好でカイネティックタームが書かれてたんだけど、ゼロ磁場のときとハミルトニアンを揃えたい。でそういう揃えるためにはファイをこういう量だけシフトしなきゃいけなかったんですね。でそうすると煽りを食らうのはこのボゾン化公式で、ボゾン化公式はこういう公式だったのにファイがこれだけずれてしまうと X に特に比例してるんで、ここナブラファイのところからコンスタントが出てきます。でこのコンスタントは明らかにゼロモード、その要は SZ のうち、どう平均とあのユニフォームに一応に平均を取ると残る項なので、これが時間密度に対応していて、今 N 番目のバンドについてしかボゾン化公式書いてないの で単位法の中にラージ N だけボンドが、あ、ボンドじゃないスピンがいるので、 N 分の M イコールこのコンスタントという時間の式が得られました。まあこれはでもある種の近似的な式で、なんでかっていうと Kっていうのは磁場に応じてやっぱり繰り込まれうるので、まあ、本当はこの K の中にも磁場依存性が入っていて、 V の中にも磁場依存性が入ってるんで、この式パッと見 H に比例しているように見えますが、それはゼロ磁場付近ジャック磁場の時で、強磁場の時はもうちょっとリニアからずれてもいいんだけど、基本的には磁場リニアであることが予測されます。だからもうちょっと正しくこの公式を強磁場にも使えるように書こうと思うと、ここと時間密度 M との対応関係を使って全部を磁場じゃなくて磁化で書く方が良さそうということが分かりますね。つまり例えばフェルミ波数を、さっきは磁場に比例して増減するっていうことを言いましたけど、今度はフェルミ波数は時間に応じて増減しています。同じことを言ってるわけですね。
で、フェルミ波数が時間に応じてこれだけずれたので、ボゾン化公式書き直してみると、まあまあまあ今ごちゃごちゃ書いてますけど、ポイントは、まあこれ別に書き取る必要はそんなになくて、ここだけの右下だけ覚えておいてください。磁場なしの時のボゾン化の公式をこれだけずらすと、磁場ありの時のボゾン化公式になって、ハミルトニアンから全マイナジが消せてる。で、あとは、まあ、磁場、全マイナジの項がナブラファイにリニアだったので、その項がちょっと邪魔だったので消したかったということです。で、まあまあまあ、ごちゃごちゃ言ってきましたけど、磁場の効果っていうのが大体こういうファイを空間にと空間座標と時間に比例する格好でシフトするっていう効果にまとめられました。で、対称性から低エネルギーの有効理論を導きたいんですね。で、どういうふうに書くかっていうと、まず N 個のスピン2分の1がいた状況を考えていて、それがスピンが互いに単位法内ではフェロにくっついているので、こういうシンメトリックモードだけ考えます。重心運動のモード、他のちょっと話しましたけど、ファイ1引くファイ2とかファイ1足すファイ2引く2倍のファイ3とか、そういうやつは特に守る対称性が乏しいので、ギャップ度である外接性が高いので、エネルギーはおそらくこのファイでかけているだろう、ファイとシータ。で、ここに実際そうであるっていう根拠の一つとして、一応磁場はファイ、この大文字ファイですねと結合しているってことが挙げられます。で、当然一応磁場っていうのは規定状態の性質を変えるので、で、その規定状態の性質を変えるのにファイとだけ結合しているんだから、おそらく規定状態に寄与しているのはファイってことは予測できますね。で、もう一個、これがさっき述べたことで、失礼、この重心モードの重心運動モードのシータっていうのはグローバルなスピン回転対称性と対応します。つまりあるサイトにおいて S プラスマイナスをこういう位相だけずらすと、で、ずらし方を J にも N にも依存させないと、これは結局このキャピタルシータっていうのをコンスタントだけずらすってことなんで、コサインのシータとかサインのシータとかはハミルトニアに現れられないので、ギャップは他の場に比べて開きにくいということがもう一つの根拠です。はい、だから根拠3はもうすでにフライングしましたけど、こういう相対運動のモードには対称性からの制限がかからないので、このコサイン×シータ1引くシータ2とか、そういう相互性はファインチューニングしないとあるんだから、まあ、で、磁場がかかってると、まあ、これはだいぶ分かってる人向けの注釈ですけど、磁場がかかってるから、EG プレーンの違法性が入るから、こういうシータとかその Z 軸周りの回転のモードっていうのは基本的によりレレバントになってくるので、こういうコサインのシータ低いシータみたいな項が残っているとギャップが空いてます。オフ通常はどうぞどうぞ。はい、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 はいはい。いや、多分そんなに、ま、今の質問は、今場の理論として低エネルギーの理論として、こういうファイが全部シンメトリックに足されたモードを考えているんだけども、最初にプラトーの空間的な実機構造ありきでスタートすると、必ずしもイコールウェイトじゃなくて、例えば1対1対2とかそういうものがあるかもしれないってことですね。はいはいはい、気持ち悪いですねそれは。ただ
これは、おそらく回答としては、今議論しているのはプラトーがない状況からどうやってプラトーを出すかって状況なので、このプラトーが出た後の場については、厳密には何も言ってない。そうです、時間をしている途中。その通りです。だから今見てるのは繰り返すとプラトーが出てこれる条件っていうのは、何もしなければ素朴にはその時間が徐々に経つっていう共ながらティンジャリキッドギャップレスの液体層なんだけど、どういう状況だとそこにある種の不安定性が生じてギャップが生じるのかって議論ですね。はい。だからそういう状況だとこういう等しく足すウェイトっていうのがジッパーとの結合から自然だってことです。そこでやっぱその高次元では示せてはないけど、うん、まあ、実質うまくいくことが多い。なんか今までのフォーマリズムは単純に、ジャーセクター状態が無理みたいなことがないような状況に見えるんですけど、うん、今の場合も、アップアップダウンみたいなプラットが出る瞬間といっても、実家曲線の中で出る瞬間は、そもそも前後も、平身対象、3回対象と破ってるから、そう。なんか、うん、例えば三角コシだとしたら、そこにちょっと緩くこう、はいはいはい、一次元のチェーンだったところに三角コシっぽいのを緩く入れた瞬間に、はい、みたいな、はい、そういう議論なんですか？今本さんの議論は三角コシを念頭によってアップアップダウンとかいうそういう磁気構造とかの時には、どういうふうにこの議論が流用されるのか、あるいはできないのかですね。そうそう、だから身も蓋もない言い方をすれば一次元なんですよで終わりなんですけど、もうちょっとこう歩み寄ると、これって要は言い換えると、その今このスピンレスフェルミオンのフィーリングっていう書き方にしました。だけどそれはもちろん 1D だからですね。だけどフィーリングの話になるのはハードコアボゾンでもいいんですよ、 S1 とかだったら、あるいはソフトコアでもいいんですけど、何らかの意味で磁場が入るとマグノンでも何でもいいんだけど、その量が増えていくと、そういうフィリングの条件に読み替えられるのは次元によらなくて、でフィリングが少なくともコメンシュレートじゃないとプラトーが出なそうだよねっていうのは、まあ経験的にそうだよねって、そんなだってなんかアップアップダウンみたいなそういうコメンシュレートな構造が磁化プラトー上で起きるんだとしたら、フィリングもコメンシュレートですよねっていう、それだけですね。だから割と押し返真ん中アフレックっていう結論はコメンシュレートでありなさいっていう条件で、ある意味当たり前なんですね、そういうことを言うと。だけど 1D だともうちょっとちゃんと言えるっていう、そのフラクチュエーションが評価できるっていう。はい。そうですね。はい。押し返真ん中アフレックがその単純なフィリングのコンストレイントよりも一歩進んでいるのは、どういう揺らぎが結局低エネルギーに効いてくるのかっていうのまで言ってるってことでしょうね。はい。だから何が言えたかっていうと、まず磁場をかけて磁化している途中っていうのは、結局ゼロ磁場の時の共ながラッティンジャリキッドみたいなハミルトニアンっていうか、みたいというかそのものでかけていて、でちょっとフィリングの条件が違うから、ボゾン、共ながラティンジャリキッドのボゾンとスピンとの対応関係がゼロ磁場の時と変わったけど、フィジクスとしては結局ハミルトニアンレベルでは変わらない。そこまでは時間の過程、途中の過程でそういう共ながラティンジャリキッドが実現するだろうと、そういう話をしました。で、ここからじゃあどういう対称性からどういう相互作用がここに共ながラティンジャリキッドのカイネティックタームに加わりうるかっていう話をするんですね。今かなり複雑な状況ですし、ハミルトニアンは特定してないので、対称性だけでどこまでいけるか、可能な相互作用対称性だけから絞っていく。だからある意味でこの操作っていうのはリープシュルツマティスのボゾン化の形式とかなりパラレルで、しばしばというか 1D のちょっと前の10年20年前の論文を見ると、押し返真ん中アフレックっていうのは磁場がある、磁化がある時のリープシュルツマティスだみたいな言い方を見かけるんですけど、それはこういう意味合いです。完全に今パラレルに議論が進みます。で、変身対称性を使いましょう。例えばで、変身対称性をどう読み解くかっていうと、結局
このスピンレスフェルミオンを書いたときに、ワンサイト並進したときに、ここ、フェルミ波数の部分があるので、このフェルミ波数のところから、x を x たす a0 っていう格子間隔ずらしたときに余計な位相が出てくるわけです。で、この余計な位相ってのを φn っていうこの保存化したときの公式に押し付ける。さっき、磁場の効果は φn のシフトで読み取れますよって言ったやつの完全に逆の操作です。で、そうすると、φn ってのは kf×a0 っていうシフトと読み直せるので、今、n ってのは、スモール n ってのは1からラージ n まで走っていて、それの単純な和だから、このキャピタルファイっていうのは n 倍の kf×a0 だけシフトするっていう、読み替えが得られました。だからここにヒリングのコンストレントが入るんですね。kf っていうのがいくつかってとこに G 番の情報が入ってます。で、もう一個、反転対称性。x をマイナス x にするんだから、右向きと左向きが入れ替わります。そうすると右向きと左向きの公式の違いは、θ は一緒なので、φ のプラマイだけ違ったわけだから、φ がマイナス φ に移っている。だから、この大文字 φ も、x をマイナス x にすると同時に φ をマイナス φ にしなさい。そういう条件として読み直せます。で、スピン回転はもうすでに示しました。だからこの3つがありますね。この3つからどこまで相互作用を制限できるかっていうと、やっぱりある整数持ってきて、コサインの 2qφ。そうですね、だからサインの θ とかコサインの θ もこのスピン回転の U1 の時点で死んでます。で、ここがコサインなのは反転対称からここがサインだとオートなのでダメ。だからもうコサインって時点で決まってますね。で、問題はこの整数、Q、大なり1にしましたけど、イコール1も原理的には大丈夫だと思います。で、問題はこの最後の並進。並進がどう書けるかっていうと、この NKFA0 ってところを、さっきのフェルミオンの、フェルミポイントの波数から見てみると、つらつらと計算していくと2行目 π×s たす m、ポイントは2分の n っていうのが s でした。今単位方内にスピン2分の1が n 個いって、それがフェロにくっついてスピン s をくっついてるの、形成してるので n っていうのは2倍の s、 それを使って書き直すとこの2行目になっていて、で今これコサインの中身とかに入っていて、s は整数または半奇数なんで、s からマイナス 2s を引いても、モジュロ π では変更されないので、まあ、ここ、s たす m よりはマイナス s たす m にしといた方がよくて、まあ、それは後でまた説明します。結局、並進対称性は φ をこの量だけずらすっていう結果が得られるので、この cos2qφ っていう相互作用が許されたとしたならば、この並進対称性がこのコサインを自分自身に移さないといけないんだから、このスモール q かけるこのこいつっていうのが s-m っていうのが π の、ここ π 忘れてますね。左辺に π かけといてください。が整数っていうのが必要で、言い換えると、q×s-m っていうのが何らかの意味で、何らかの意味というか何かの整数でないといけない。これが押し替え真ん中アフレクだということです。で、ここ s-m で最初 s たす m だったのなんで s-m にしたのかっていうと、s-m と s たす m って結局整数しか違わないので、まあ、分数部分にしか興味がないので、整数部分は引いときましたっていうだけです。まあ、こういうふうにして押し替え真ん中アフレクが出せます。まあ、いろんな違った形で流用されるんですけど、もともとの押し替え真ん中アフレクの議論はこうやって導出されました。で、結局まとめると、今、単位法あたりに n 個スピン2分の1がいたっていうふうに言いましたけど、さらにこの n をちょっと今、同じ記号で別の意味で使っちゃいますけど、さらにそのスピン s が単位法に n 個いたとしましょう。そうすると、単純にスピンをカウントしたのと同じで、バンドの数分だけさらに左辺にかかるので、
単位法にあるスピンの数かける S 引く M、スピン S 引く単位時間、単位サイト、1サイトあたりの時間、単位法あたりの時間と言ってもいいですけど、これは1サイトあたりの時間ですね、質が有理数であるときに時間プラットが生じうると言っています。で、Q が1の場合、プラット上の規定状態は自明、ユニークかつギャップ度です。なんでかっていうと、ちょっと待ってください。こういう言い方をしましょう。で、プラット Q が1のときは、単純に、ここが1なので、コサイン 2π が出てきて、それで終わりなんですけど、ここが Q がでかいと、π がどこの値にピン止めされるかが何パターンかあって、0とか9分の π とか、等価の値がいくつも出てきます。つまり、スモール Q 個だけ出てきます。もちろん π の間で。それは何を示唆しているかっていうと、何らかの対称性が、おそらく平身対称性が自発的に破れて、このスモール Q 中縮対している。ただし、これ以上縮対してもいいです。スピンに由来しない自由度による縮対はあってもいいので、少なくともスピンに関してのみは90、平身対称性が自発的に破れるならば、スモール90縮対する。あるいは、そうでなければギャップレス。つまり、これ結構気持ち悪いこと言ってて、時価プラットなんだけど、プラット上の規定状態はギャップレスっていうことがあっていい。つまり、スピンギャップは空いてる。つまり例えばシングレットトリプレットギャップは空いてるんだけど、シングレットを壊さない別の冷気が下の方にエネルギーに大量にいてもいいんですね。だから実はプラット上にギャップレスの状態は実現しても良い。だからまあ単純にこれだけ見るとリープシュルツマティスの元々の定理のこの S のところを S-M に置き換えただけなので、まあ、そういう意味で時価がある時の LSM っていう言い方は正しいと思います。で一応ギャップレスっていう状況を補足していくと、まあ、具体例示した方がいいと思うのでこういう状況です。この右下の図からスタートしましょう。これは単盆差のスピン2分の1のチューブの、相互作用の比と磁場の間の、相図で、この相互作用の比っていうのが J と J' がここに定義されている通り J ってのがこの三角形内のハイゼンベルグのアンチフェローの相互作用で J' ってのがレップに沿ったインタラクションです。で J' がどっちが J' が大きいとつまりレッグが強くてこの三角形が弱いとこの白い領域がなくて白い領域っていうのは磁化プラトンの領域です。つまりここは飽和磁化、飽和磁化層もギャップが空いてるので磁化プラトンと呼べるし、ここは飽和磁化の3分の1の値のところに磁化プラトンが立ってるんだけど、J' が強くて J÷J' が小さいと磁化プラトンがほぼ出なくて、三角形内の相互作用がどんどん強くなると磁化プラトン3分の1が強く大きくなります。でこの3分の1プラトン上の規定状態相図よくよく見てみると、こういうふうに3種類、奥西さんの論文で書いてありますけど、だから、こっちは J÷J' で、こっちは J'÷J なんで、これで左から右に行くと、これでは右から左に行ってるんですが、右の方、この下の図で右の方は、ハイラリティリキッドと呼ばれてる、トマナワ・ラッティンジャーリキッドが実現していて、これは、三角形なんで、三角形で S2 分の1を作ると、右回り左回りっていう三角形内にそういうカイラリティの自由度が生じていて、そのカイラリティのそのバイナリーな自由度が実は S2 分の1のスピンみたいに振る舞って、それが一次元の友永ラッティンジャーリキッドを形成するっていう、そういうある種のエキゾティックなステートになっています。でその他はもっと自然で、この赤いところはスピンのインバランスなんで、もともとは三角形上の3サイトは等価だったんだけど、どっかにアップが強い、アップアップダウンのそのアップの成分がどっかの 1サイトに固まってる。
でこっちはフェロカイラリティなんで、カイラリティが右巻きか左巻きに自発的に破れて揃ってる。で、カイラリティリキッドはそれが全部右巻き左巻きが混然一体となってギャップレスになってるっていう。だからこれはスピンギャップは地面に空いてるんだけど、全体としてはギャップレスっていう例になってます。プラトー上の規定状態は地面ですね。この地面、あ、その通りですね。あ、すみません、その通りです。その通りです。はい。その通りですね。失礼しました。おっしゃる通りです。すみません、訂正します。今、堀田さんの言ったのは、今の私の例は前半であると。それは正しくて、スピンギャップとしては地面で。あると。だけど、定状態としてスピンギャップに注目する限りは、この後者の例っていうのはギャップレスまたは九十縮体と言っていて、これはスピンギャップがギャップレスなんで、自家過程の普通のプラトーがない途中で、こっちは、90以上縮体してるっていうのは、プラトー上で平身が自発的に破れてるって状況です。だから、定状態は地面っていうのが言い過ぎで、スピンギャップに注目する限りは地面なんだけど、って話ですね。はい。それは別に今の場合で言うと、プラトラコとしても、違うからがギャップっていう意味が。うんうん。はい。一応もう一回言っておきます。今ご指摘あった通り、このプラトの規定状態は地面っていうのは言い過ぎで、これはスピンを SZ を変える励起。まあ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 、一応不正確で、スピンギャップにしか注目してなくて、その他の SZ を変えない低エネルギー歴がないとしたならば、まあ、確かに規定状態はプラトーの上では自明というのが前者のケースなんだけど、今ここの2番目のこっちのスライドで示したのは、スピンギャップは簡単に空いてるんだけど、そのスピンギャップの下に SZ を全然変えない、ハイライティ右巻きを左巻きに変えるだけっていう、 SZ の値は全然変えない歴が大量にあって、それがギャップレスですよっていう状況ですね。失礼しました。まあ、そういう例もあります。だから押し替え山中フレック的には自明なんだけど、自明な規定状態を予言するんだけど、実はギャップレスっていう例もあっていいってことです。まあ、少なくともプラトーの現れる必要条件っていう意味合いでは全然正しいわけですね。これで。まあ、次に移ります。で、今度は自家プラトーが、今は自家プラトーが生成する条件を議論したので、次はじゃあ自家プラトーが出てきましたよと、その上で量子場理論を作るっていうお話ですね。まあ、自家プラトーが出てきたのはまあいいけど、その上でどういう量子状態が実現しているかっていうのを調べる必要があって、それはもう、まあ、好きな方法でやったらいいと思うんですけど、一番まあ当然最初に着手すべきは数値計算で、どういうふうなコリエーションがあって、どういうふうなプロファイルの時価があってとか、そういうのを調べるのが妥当で、であとは対称性から候補を絞って、どういう対称性が破れうるかとか、それは押し替え山中アフレクとかがまあ手伝ってくれることで、スピンギャップは例えばさっきの三角スピンチューブのプラトー上だと、スピンギャップ的には地名なので、平身対称性が破れてるならまあ別の理由ですよねっていうふうにして、可能な揺らぎの種類とかを調べたりとか、そういうふうに使うこともできます。で、まあ、あえて手でやりたいっていうんだったら、あと2つがあって、1つは、まあ、よくあるまあ、物理って基本的に厳密に解くか接動でやるか数値計算ぐらいしかないの で接動のパターンですね。解ける状況を見つけて、そこに小さいパラメータを貸して接動をかけたら、それが今欲しい状況になってるっていう場合だったら、その解ける状況からの接動論をやったら分かるわけですけど、もう一個、そういう状況がなくてもある程度調べることができて、それが昨日の前半でやった、非線形シグマ模型みたいに、古典模型で対応する時間にある、秩序状態を同定して、その秩序状態を参考にして量子場理論を作って、どういうふうにギャップが開くか、また閉じるかっていうことを議論するっていう、そういう、今度は非線形シグマ模型でやった、ハルデンコンジェクチャーでやった時のプラトー上のバージョンをやることになってて、で、それが、
まあ、代表例としてはこの2009年の田中明宏さんたちの論文があるんですけど、うん、なんかあんまりこれ僕は重要な論文だと思うし多分そうなんですけど、なんか引用されてないような気がしますね。あんまりアプリシェートされてない気がして、だからまあ勝手に私が宣伝、そう勝手に私が宣伝するっていう回なんですけど、はい、いや知ってる人は知ってるわけですね。多分これを解説する講義って多分今までなかったのかもしれないので、多分これが初だと思います。いやもちろん田中先生自身がやっておられるかもしれないですが、で田中戸塚風の論文よりももうちょっと今の講義につながりやすい例があって、それが高吉戸塚田中っていうの論文がありまして、何やったかっていうと、スピン2分の1またはスピン1のチェーンを考えます。で結構トリッキーな模型で、フェロフェロアンチフェロフェロフェロアンチフェロっていう、そういうニアレストネイバーのエクスチェンジの構造を持ってます。だから単位法内はこういう例えば全部フェロでくっついてる3サイトです。でそこに磁場をかけたらどうなるかっていう実化過程がこの真ん中のパネル2つで、上のパネルが S2分の1、下のパネルが S1 ですね。 S2 分の1の場合にはこの3分の1の磁化のとこにプラトかなり広いですねが出てます。で S1 の時は3分の1のところと3分の2のところに磁化プラトが出ます。で彼ら数値計算で、エンタングルメントスペクトラムを見ていて、 S2 分の1のこの3分の1プラト上だとこういうふうにエンタングルメントスペクトラムが全部二重縮体、偶数重縮体するのを確認していて、 S1 の時は3分の1プラト上では必ずしもスペクトラムは縮体しないけど、3分の2の時には縮体するっていうことを言ってるんで、まあ、この S1、2分の1の時の3分の1プラトと S1 の時の3分の2プラトはハルデン、S1 ハルデンと同種の SPT になってるだろう。で一方でこっちの3分の1の方はエンタングルメントスペクトラムがあんまりトポロジカルな構造してないので、こっちはトリビアルな層に属してるだろうと。っていうか、まあ、それが結論ですね。でそれを場の理論でどうやって示すか、あるいは示せるのか、で結論から言うと示せて、それをちょっと逐一追っていこうかなと思ってます。で多分それで終わっちゃう気もします。で今回やるのは、初日の前半でやったような非線形シグマ模型のアプローチに近いので、今まで今日のここまでは大きなスピンをスピン2分の1に分解してそれをボゾン化するってことをやったんですけど、ここは逆をやります。つまり単位法内のフェロの結合が強いと思って、このスピン S3 つってのを大きな 3S のスピン、このカリグラフィック S だとの大きさだと思って、単純なこのトータルの単位法内のトータルスピン持ってきて、これの単純なアンチフェロの反共磁性のハイゼンベルグチェーンに磁場がかかっている状況だと読み直します。はい。まあこれはこのハミルトニアンはもちろんさっきのハミルトニアンから例えば JA アンチフェロを接動だと思って、一次接動で出せばこのハミルトニアン出てくるし、あるいは二次接動、三次接動の効果を入れるとおそらく全然違うネクストニアレスとかも出てくるんですけど、一旦これでやって、あとは相互作用は対称性から形を絞るっていうことをやります。だからまあラフにはまずこれで、大きさとしては単位法内でこの3つのスピンっていうのはフェロにくっついてるんで、このカリグラフィック S っていうスピンの大きさをこの TJ っていうのは持ってます。でまあ、スピンから量子場に行くので、まあ、磁場がかかってるとはいえプラトが空いてるので、反共磁性的な揺らぎが育っているだろうということを想定して、まず π の揺らぎと波数ゼロの揺らぎを、やはりノンリニアシグマ模型ゼロ磁場の時と同様にこういうマッピングをやってみます。でただし古典的な秩序に対応する範囲と、古典状態というのがちょっと言い過ぎですけど、古典的な、秩序に対応する範囲というのがこれで、T のうち、Z 成分のユニフォームなところがコンスタントなんだけど、
その周りに揺らいでる XY 成分っていうのは抗体的反共時性なので、で抗体的でかつなんかコサインシータとかサインシータになってるだろう。でその代わり、その代わりというかその時間が経ってるおつりとして長さが縮んでいる。でここの周りに残りのここで書いた成分、つまり XY 成分でいうとユニフォームな揺らぎ、 Z 成分でいうとスタガードの揺らぎを入れていくっていう、だから同じマッピングなんだけど、どこまでが古典的なものに近い状態で、どこまでがそれの揺らぎ量子的な効果なのかっていう場合分けが、あの場合分けというか、あの区別が違います。で、まあ、あの昨日の話を覚えている人は、手順はベリー層の評価とハミルトニアンの評価をすることだというのは多分覚えてくれてるかもしれないので、まあ、まずベリー層の評価から、まあ、といっても古典的なハミルトニアン自体は今場から、違う、スピンから場へのマッピングが書いたの で交換関係も一緒なので、まあ、もちろんどこが大きい揺らぎで、大きい場でどこが小さい揺らぎかっていうの評価は気をつけないといけないんですけど、基本的には同じ式が得られます。で残りのベリーフェーズはただしめちゃめちゃ違います。で、あの昨日も言った通り、このオメガっていうのは、さっきの対応するのは、失礼します、戻ります、こいつをスピンの大きさ S、 カリグラフィック S で割ったやつをオメガとラフに書いてるんですけど、トポロジカルな項なので、これを今局所変形にはよらないっていう、値がよらないっていう性質を使って、つまり量子揺らぎを完全にというか無視して、このシータっていう場が X とタウによってるっていう、ここだけ量子効果ですね。で残りの Z 成分のうちスタガードのパートとか XY 成分のうちのユニフォームのパートは無視したベクトルを代入して、これでどういうベリーフェーズが出てくるかっていうのを調べる、それをひたすらこのベリーフェーズをいじくり倒すっていうのが多分このコマの残りになります。で素朴に計算してみると、まあスタガードのパートあるとはいえ、失礼、スタガードのパートがあるので、もともと全単位法について一音に和を取ってたんですけど、奇数番目と偶数番目に分けてやればいいんだけど、式を覚えてアロマに書かなかったのがまずいんですけど、オメガのこのスモールオメガのベリーフェーズってシータのタウ微分になってたので、でこのスタガードの成分っていうのはあのコサインの中に πj として押し付けられるから、まあ、タウ微分したら消えるんだから結局同じようなのを出すよねっていうふうに思うと、結局まあ別に2サイトに分ける必要なんて元からなかったんですけど、偶数サイトも奇数サイトも同じように S-M っていう、さっきの長さが SZ が縮んでた部分と θ のタウ微分が出てきて、それで結局 θ のタウ微分を、虚時間と空間方向について全部足し上げる、これだけでも実はこれ正しくなくて、正しい操作を得るためにちょっと考察します。今ラフにやったのはこのスタガードのパートが効かなそうに見えるよねって言ってて、っていうのはシータのタウ微分しかないんだから空間の変調が多少あっても全然効かないように見えたんですけど、実はもうちょっと真面目にこれってこのまあマイナス1の J 乗って効果がここから抜け落ちてるんですけど、 XY 成分からこっちの下の本当に滑らかに変化しているフェロな範囲からスタートした時のベリーフェーズと本当に一緒なのかを調べます。調べることができて、この田中戸塚風でもやってて、これからこの下の状態から上の状態に行くためには Z 軸周りに π 回転を最あの π 回転マイナス π 回転っていうのを全部繰り返していくんですね。でそうするとそういうユニタリ変換をした時にベリーフェーズがこれだけずれるっていうことが分かります。つまり一致してないです。でこれを見落としてるんですね、さっきは。じゃあこの効果をどうやって取り入れるかってことです。つまりさっきやったのはオメガっていうのがこういう非常に滑らかな範囲だと思って素朴に計算したんですけど、実は XY 方向は結構ガタ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 してるのでこの効果が入ってない。じゃあどうするかっていうと、まあなんか
やってることはバカバカしい操作をやるんですけど、素朴な成分には繰り返しですけど XY 成分がガタガタしてるために生じてる気温が落ちてます。なので自明な式です。1イコール2引く1っていう式を使うんですけど、これは自明に成立するわけですけど、これを使うと取りこぼしてたものが拾えます。どういうことかっていうと、ここまでは取らなくて大丈夫です。ここから取る人は取ってみてください。ベリーフェーズっていうのはこういう全サイトについての和でした。で、奇数偶数部分と奇数部分に分けましょう。で、奇数部分のところをさっきのオメガを2オメガ引くオメガって書き方にしましょう。で、このマイナスオメガのところをこっちに持ってきましょう。つまり交代的な和のオメガと、奇数サイトに制限された和だけどここに2倍がいるっていう、つまりさっき計算したのはこういう一様な和で、ここのその隣のサイトで交代的に変わってるっていう項が抜け落ちてたんですね。で、さっきの素朴な計算をここ2行目に当てはめます。まあそこまではよくて、で、こっちの交代的な部分から何が出てくるのかを以下で眺めます。はい。で、この交代部分について、どうやって計算するかっていうと、まあ、すでに感づいている人もおられるかもしれませんが、渦によるコントリビューションが抜けてました。時空を離散化します。空間方向を分割していって、時間方向も分割していって、スクエアラテスにしましょう。で、このスモールオメガ、スモールというか、小文字オメガっていうのは、隣のサイトのデルタウシータと、この奇数番目のサイト、そのデルタシータを引いてるわけですね。差分を取ってる。これって要はこのサイトの上向きのシータ変化とこのサイトの下向きのシータ変化の和ですよね。で、ここを右側に矢印入れて、ここを左側に矢印入れたくなります。で、それはよくて、っていうのは空間方向はここに左側矢印入れても、この下のプラケットで右側矢印入れてくるんだから相殺します。でも空間方向のインデックスは1つ置きにしか取ってないので、まあ、結局プラケットはこの縦の列と赤線の引いてある縦の列と1個飛ばしてここに省略しているこの縦の列を書いてることになるので、結局これってこのプラケットの間の渦度になってます。つまり、何書いてるかっていうと、よくある XY 模型の時もそうなん、二次元の XY 模型の時もそうなんですけど、滑らかな揺らぎ、つまりスピン波的な揺らぎだけでは不十分で、その離散的であるがゆえに生じているその渦度のシンギュラーな歴を素朴な計算では取りこぼすわけですね。それを今ここでベリーフェーズの中で拾ってあげて、渦度による寄与を残してあげないと、さっきの素朴な計算というのは第2項しかなかったんです。だからこれが大事で、以下の話の肝、渦度がベリーフェーズに出てきて、まあ、渦度なんて明らかにトポロジカルなオブジェクトなんだから、ベリーフェーズから出てくるのは当たり前。なんだけど、じゃあむしろこのシータのタウ微分っていう項はどういう意味でトポロジカルなのかっていうのが今度は気になってくるわけです。それは今ここに答え書いてるんですけど、この田中戸塚風とかの論文だと LSM 項って呼んでます。っていうのはその名の通り、リープシュルツマティスの議論と関連する項になってます。はい。で、それを以下で示したいと思います。まあ、リープシュルツマティスの項であることを示すには、まあ、ちょっとこういう、例えば、ひねった範囲考えてみましょう。ある時空間においてシータのプロファイルが全体でどういう向きを向いてるかっていうのを与えられたとしましょう。そのシータのプロファイルに対してひねったプロファイル、シータプライムを考えます。で、シータプライムっていうのはタウに比例してるんだけど、逆温度と長さに逆比例している。つまり絶対0度で長さ無限に行くとすごくゆっくりしかひねってないので、ほとんど低エネルギー冷気のはずで、それは実際代入して確かめられます。だからこのシータの範囲がもし規定状態に対応する範囲だったら、このシータプライムの範囲も
また別の規定状態か低エネルギーの領域であるはずです。だけどこいつを LSM をシータっていうのに対応する LSM 項とこのシータプライムっていうのに対応する LSM 項差分取ってみると有限なんですね。つまりここにタオに比例してるんでこのタオ微分と相殺してで残りベータ L がいるのでこの辺の積分とうまく通じまあと相殺し合ってこういうコンスタントが残ります。つまりこの S-M っていうのが例えば整数でない有理数だとしましょう。そうするとこのシータって範囲とシータプライムって範囲はダイナミカルにはほぼ同じなんだけど異なるベリーフェーズの値を持っていて異なるベリーフェーズの値ごとにセクターを分けていてそれをトポロジカルセクターと呼んでるんですけどこのシータとシータプライムは実は異なるトポロジカルセクターに住んでいます。それは何言ってるかっていうとさっきのちょうど、まあ、仮に9分の p だと今度はここに今タウひねったんですけどタウじゃなくて2タウひねったり3タウひねったり9-1までひねれるわけです。だからその分大量に異なるトポロジカルセクターに属している範囲が得られるんだけどそれはちょうどここで異なるピンニングのポイントピン止めのポイントがあったことに対応していてそういう押し山中フレックのフィーリングからでのコンストレートから出てきた、可能な縮体している状態っていうのはこっちのベリーフェーズからは異なるトポロジカルセクターに属している低エネルギー冷気状態あるいは規定状態縮体した規定状態として現れている。だからこれ全部逆操作すると今の最初の押し替え山中フレックに出てきたこういうコサイン項っていうのはある種のトポロジカルな性質を持っていてこのベリーフェーズに起因しているということもできる。もちろんだからあらわに書かないとダメだけど一応この議論から同じようにコサインが出てくるのはトポロジカルセクターに応じて出てくるのは言えてまあそこまで説明する余裕はないのでトポロジカルセクターこの S-M が整数の場合しか以下ではやりませんけど去年かな去年出した佐藤さんとの古谷佐藤って論文ではこの S-M が有理数の場合についてもあの場の理論を構成しています。で、まあ、ベリーフェーズが分かったんで次はハミルトニアンってところで時間的には10分前ちょっと一旦休憩します。5分ぐらい休憩で、まあ、質問があったらぜひここからも長いんで。あ、関係ない関係ない。このスモール Q っていうのは単純にフィリングがこういう分数だったらってことです。フィリングとは無関係に渦はあっていいわけですよね。だからトポロジカルにも2種類の意味があってそのいわゆるこのどんなフィリングであろうと渦はあるわけでそういう意味のトポロジカルとそのフィリングに応じたその LSM としてのトポロジカルがあります。そこの前半の運動はあれあ、そんな感じでしょうか。あ、それだからだマイナス1の定常だったからっていうか。そう確かにそうか、だからトポロジカルという言い方ができるっていう、うん、つまり LSM がトポロジカルであるっていうのはこの辺からも分かる。ベリーフェーズから起因しています。そうフォーミュレーションの問題なんだけど。すいません、はい、どうぞ。なぜ特異的な渦がその最初のだったんです。最初のフォーミュレーションでは出てこなかった。それは、いや、計算自体は正しいんだけど、この場の理論の計算って往々にしてかなり微妙な操作によって結論が変わりうるんですけど、ここでやってるのは、さっきやった素朴な計算っていうのは、この上の範囲と下の範囲が全く同じベリーフェーズを出すと思ったら、っていう計算なんですけど、それが正しくなかったのでその意味では計算間違いなんですけど、はい、だけど素朴な計算って最初にやったのはでも
シータのタオ微分なんだから空間方向に従うかどうかなんて聞かないわけだから、シータを π かけるサイト πx みたいに、はい、ここにマイナス1の j 乗っていうファクターがついてるんで、これをコサインとかサインの中身に押し付けたいんですね。だからこれもし j が奇数だったらマイナス1倍がついてますよね。このコサインとサインを同時にマイナス1倍にしたいっていうときは、π ずらせばいいですよね。θをθ足す π に。で、偶数だったらそのまま。だから、このマイナス1の j 乗のファクターっていうのは、このコサインの θ の中身を πj ずらせばよいっていう効果として吸収できます。で、僕があらわに書かなかったのが問題なんですけど、このベリーフェーズのこのオメガのスモールオメガの定義を見てみると、シータはタオ微分としてしか入ってこない。だからシータが πj だけずらしたとしても、タオ微分した瞬間にそんな効果は消えるわけですよね。タオ依存性がないので。j って空間方向のインデックスなんで。で、それは、だから結果的には正しくなくて。うん。そなんか、横方向に行ったら、その、アンチペアが方向ぐるぐる回ってるみたいな、そういう。があるっていう。あります。ああはい、だから、本当に、なんか、体格を。そうです。そうですね。だから、本当に、素朴って言ったのは何も考えずに、この、パウ部分で、πj が落とせるからっていうふうに素朴にやっていっちゃうと、計算間違いをしてるんですけど、それは、でも、じゃあ、どこで直せばいいのかっていうのは結構微妙な問題なので、往々にしてこういうふうに物理的に、なんか考察してって取りこぼさないようにあえてこういうオメガを2倍のオメガ引くオメガに書き直してからこういう交代パートを書くように、これはだから高等式なのでここまでやるとそう取りこぼさなくて済むっていうなんかこうただのトリックなんですけど、物理的にはそういう項を取りこぼしさないようにできてて、っていうのはこのスタガーのパートっていうのはそういうガタ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 変わるっていう隣のサイトで変わるっていうまさに渦みたいなシンギュラーな例型を拾っているんだけど、さっきのこの素朴な計算っていうのは隣同士がちょっとしか変化してないっていう前提なので、ある意味のスピン波的な滑らかな変化を拾っている。横の人隣やったらアンクロスティの隣やった僕たちはなんかスピンベリーソーを相殺するという過程をしていたけど、そうではなく、そうです、そうです、そうです、その通りです。なんか、隣同士は下向いてるんだけど、この横のやつを上向きに向けたら、ほとんどちょっとしかずれてないから、このずれがベリーフェーズに寄与してると思ってたんだけど、この下、まあ、ほぼ真下を向いてたって情報が重要だった。まあそうなんですね。だから非常にあらそう、この理論、この理屈がそもそもの最初の理屈が正しかったとしたら、反共時性のフィジックスと共時性のフィジックスって同じようになってるはずなんだけど、そうそうそう。うん、そうですね、そうですね、まあ、アラマにベリーソーみたいな格好でやらなくても、それこそもともとのコスタリクサウルス、1960何年でしたっけね、ぐらいの、二次元の XY 模型で、こういう渦が出てくるような歴の二次元の。面内にスピンが全部単位ベクトルが寝てるような模型ですけど、その隣同士が反共時性になるって模型だと、素朴にやるとスピン波しか出てこないんだけど、当然渦みたいな霊気もいて、それは改めて渦がいるってことを認識して、それを取りこぼさないように、結構こう、パッと見はこう、ハンドウェービングに見えるような、こういう操作を。多分だから、いや、田中さんが聴衆にいるのであれですけど、この話の元ネタはその辺にあるのかなと予想というか、そうですね。いるのかいないのか分かんないですけど。とか、なんか、ああやって、あの影響を分割とかというところはかなり気をつけないと、要は元で戻っちゃったりする効果をいちいち取り込まないといけないから、こう、そうです。パッと変えちゃうと、それで答えが変わっちゃう。はい。
そうですね。でも、あのちょまあまあそう、そうですね。これでも、レインソーの方に教えてんじゃなくて、だからセロに回しちゃって、そのハミルトニアに送ってることもできればできる。そっちが大変なんですよ。ゲージ変換した後は、そういう意味で、ゲージ変換というか、変換した後は、おっしゃる通りに多分できるんだけど、その変換が非局所だから、多分変なフェーズを出すと思います。あ、結局、だからそれで、まあ、最終的には落ち着くんだろう。そうです。だから絶対にどこに、ね、空中に消えるってことはない。消えることはない。その分、どっかが複雑になるの。そうです、そうです。あ、なんか、処方箋としてどっちが楽かわかる。まあ、微妙な線ですね。まあまあ、今、ビリーソンの方に全部話をここにつけちゃったら、まあ、そうです。楽っていうか、多分こっちの方が汎用性があるんですね。まあまあ、そうです。なんかこう、分割するときの、なんか、まあまあ、一般化できるんですよね、きっとね。今みたいな、なんかね、その。それまあ、結局、今の、ポイントは、まあ、時間が経ってるけど、その時間の、立ってる方向に垂直な揺らぎっていうのは反響時勢なので、まあ、そういう U1 的な歴史を考えるときは常にこういう背後にある格子の存在を忘れちゃいけなくて、うん、そういう格子で、まあ、我々格子系の上の場の理論をやってるんで、まあ、むやみやたらに連続極限を取ると渦みたいなシンギュラーな歴史を取りこぼす、うん、それはだから連続極限の取り方を気をつけましょうという言い方もできるでしょうね。これってだから、はい、M が有限だと思ってるときの話してて、そうです。M がゼロだと、こっち方向で解消できちゃうっていうか、うん。それまだ話は別です。それは、そうです、そうです。昨日の前半の話で、ただし、それはいい線いってて、今みたいに U1 の図じゃなくて、そういうだから、つかみ音みたいなやつのナンバーを拾ってくるように。同じようにベリーフェーズ使ってやってることができますけど。そういうのがあれば。まあ、例えば、処方箋としては、今、完全に丸いとややこしいんで、一軸違法性を Z 方向に、イージープレイにしておきましょう。そうすると、まあ、むしろ、交代時価は、できるだけそっちに立ちたくないですよね。その、違法性のある方向には。そうすると、丸いのが徐々に寝るんですよ。そうするとほぼ渦なんだけど、渦の中心でだけ連続シンギュラリティを避けるようにこの一軸違法性の方向を向くんですね。それってメロンとか呼ばれて、アンタイメロンとか呼ばれてる領域で、スカーミオンの半分のやつで、そうやって、こういうノリニアシグマをサインゴルドン、メロンっていうほぼ渦なオブジェクトのサインゴルドンに持ってくっていうのはできて、アフレクが昔々やってます。じゃあみんな戻ってきたっぽいので続けましょうか。はい、ベリー層は評価できたので、あとはハミルトニアンを評価するっていう、もうちょっとこうストレートフォワードな計算になります。で、一応元の問題リマインドしておくと、大きなスピンカリグラフィック S イコール 3S っていう大きさのスピンを持った反響時勢差があって、それが磁化プラトをどこかで持っていたとして、その時の低エネルギーの有効場理論を構成しているっていう話です。で、ベリーフェーズは計算したので、今度は、このスピンから
場へのマッピングのところで有効ハミルトニアを出します。ただし、まあ、最初に示した通り、昨日はノンリニアシグマ、非線形シグマ模型を出したときは A0 に関して素朴に展開していったんですけど、っていうのはここにスモールパラメータがあって、L ってのは揺らぎが小さかったんで、素朴に展開しててよかったんですけど、今の場合、A0 の LZ、つまり SZ、TZ の方向が有限に残ってるので、こっち方向は小さくないんですね。それだけ気をつけながら、だけど展開していくと結局同じ式が出ます。で、まあ、ここまで同じ式が出てきたんで、今度は L を消去してみます。N だけで書きたい。で、なんでかっていうと、ここにある通り、まあ、揺らぎは忘れて、古典的な範囲に対応するところを見てみると、Z 方向はユニフォームなんだけど、コンスタントなんで、ダイナミカルに X とか Tau とかに依存してるっていうのは、波数 π 成分なんですね。だから、Z、その波数 π だけの揺らぎで、この、古典ハミルトニアを書き直すっていうモチベーションが出てきます。で、L 消去してみると、まあ、消去の仕方は簡単で、このハミルトニアを、から運動方程式を出せて、で、運動方程式がこういう格好になっています。まあ、ちょっとこれ、L と N の交換関係、昨日出しましたけど、それ見たい、それ見ないと分かんないですけど、基本的には、まあ、物理的には割と、明らかで、基本的にこれ N っていうのは単位ベクトルなんで、こういうハミルトニアンがあったときに時間微分すると、これ磁場の方向としては磁場の周りにこうプリセッションしますよっていうトルクが働くのと、 L もまあ、一声磁場みたいなもんなんで、ユニフォームなフィールドが局所的にはかかってるわけだから、トルクの格好で入ってきている。でこれを N について解くた L について解くためには、左から外積で N をかけて L と N が直交することに注意すると、 L が N クロスのこういうやつでかけます。まあ、だからこの波数0の揺らぎっていうのは実際波数 π の揺らぎ2発でかけるってことが、ここですでにあらわに示せますね。はい。で、話はこれで終わりじゃなくて、次にラグランジアンに移りたいんです。場の理論なんで、ハミルトニアよりラグランジアンのがベーシックな理論なんで。っていうのは、まあ、半分本当で半分嘘ですけど、まあ、ともかくラグランジアンに移るってことをやってみましょう。で、H クロス N っていうのは明らかにダイナミカルな量じゃない。まあ、ダイナミカル、N が tau t とか x に依存していいからダイナミカルなんですけど、磁場によってる項なんで、まあ、今はまとめて、この、N クロス P って書いてもいいけど、この Tau 微分、Tau じゃない、P 部分のところだけ、この P っていうふうに書き直します。で、P って書いた理由は、これが N と正順交換関係を満たすからです。つまり、NX と PX っていうのは互いに位置を交換すると、互いに位置を交換するとというか、交換子を取ると、こういう普通のボゾンの交換関係になっています。なので、まあ、この交換関係があるからラグランジアンを書くときに、この正順運動量 と、時間微分を取って、これ i 入らないですね。すみません、ここ i 抜かしておいてください。ロジャンダル変換するだけでラグランジアンが得られます。で、元々のハミルトニアを p で書き直してあげると、まあ、非常に簡単。こういうふう P 字上の項と、まあ、これ計算、まあ、ストレートフォワードなんで省略しちゃいましたけど、さっきの L を代入してあげると結局こういう形になります。で、これを今 P が、すいません戻ります、N の時間微分だったので、こういうふうに書き直してあげると、ラグランジアンはこの DTN 字上引く DXN 字上多数こういう H クロス N の事情みたいな比較的きれいな形になりました。これが今の N だけで書いた時のラグランジアンです。はい。で、話はこれで終わりじゃなくて、もう一回ハミルトニアンに戻るんですけど、今度はただただハミルトニアンに戻るんじゃなくて、解析接続をします。
で、あの要は今我々実時間で書いてたんですけど、虚時間形式に行きたいので、虚時間に行くためには解析接続 IT を改めて、あの時間タウだと思う、虚時間と呼んでますけど、このタウはリアルなわけで、そういうあの虚時間を持ってきたときに、その解析接続をしたラグランジアのマイナス1倍っていうのが、そういう虚時間形式でのハミルトニアンですよっていう対応関係が知られています。まあ、ざっくり見てみると、時間発展演算子のこの IT かけるラグランジアン、場の理論でいうとこの発展と、このちょうどボルツマンウェイと虚時間の発展が対応しているので、こういうタウとマイナス、ちゃうか、ちょっと待ってください、回ってるか、だからマイナス L と H、 タウと IT が比例している、対応しているっていう、そういう対応関係が分かります。でクラシカルなハミルトニアン虚時間形式ではこうやって解析接続で得られていて、まあ今 T に依存しているのはここだけなんで、ここに tau i イコールマイナス i tau ってのを入れてマイナス1倍を取ってみると、普通にカイネティックタームとこういう、まあ磁場に応じたこうになってる。で、まあ、磁場の項がこうなのはわりかし明らかで、 N っていうのは交代磁場なん、交代磁化なんで、ユニフォームな磁化とは交代、あの直行した方向向きたがるわけで、そうすると H クロス N を最大化したいので、まあ、こういう格好で入ってくるのは自然。まあそういう物理的考察なしに今手計算で単純に出てきてますけど。で、これをここにさっきの量子揺らぎを無視した、磁化が一応に SZ、TZ 方向に M だけ立ってて、その周りにこういう反共時世の NX とか NY とかのこういう揺らぎがあると思って代入してみると、このタームは地面に実は落ちてくれて、こういう格好になります。つまりこれ何言ってるかというと、普通の U1 のマスレスなボゾン、シータっていうボゾンがあって、この速度とか、まあ、結合定数と思ってもいいけど、速度とか結合定数がこの M がノンゼロのせいだ、ノンゼロの分だけ、モジュレートされる。だけど今固定範囲をただただ入れただけなんで、当然パッと見ギャップレスなんですね。で磁化プラトンなのにあのスピン利益ギャップレスじゃないかっていうことなんですけど、今量子効果入ってないので、まあ、量子効果入れないとそれはギャップレスなんですよ、古典系なんだから。でこのギャップが開くとしたらどういうふうに開くのかっていうのは、実はベリーフェーズから来ます。で、あの全部の項を書き上げました。ここでちょっとアインシュタインの規約みたいなの使っちゃってますけど、カイネティックタームがあって1個飛ばして、ここが渦度で、ここが LSM 項と呼んでたやつだけど、ここでどうしても手で入れないといけないのはフガシティのタームで、この手の渦の霊気を考えるとき、それこそコスタリツサウレスでもやってましたけど、ある種のケミカルポテンシャルのような、あるいは圧力のような、その渦の個数を調節するパラメータを入れないといけないんですね。だからどうしてもここは手で入れないといけないんですけど、そういうパラメータを入れました。で、ここにこっそりあの結合定数もそのトマナガラティンジャリキッドの時のノーテーションで揃えるために K っていうラティンジャパラメータみたいなノーテーションを使ってます。はい。で、もう一回思い出しておくと、今 LSM 項が浮かない場合を実は考えています。っていうのは、もともとのスピンが2分の1だったとすると、このカリグラフィックの S っていうのはそのスピンの3倍で、3分の1プラトンなんで2分の1引いて S-M ってのは1で、 S が元々の S が整数だと、まあ、地名に整数なんで、このカリグラフィック S-M っていうフィリングのコンストレイントについては、この3分の1プラトンも3、こっちの3分の1も3分の2プラトンも全部地名です。だから引かなくて渦の項だけ考えればよくて、そう思うとさっきの渦の計算をしなかった素朴な計算が派手に間違うのが分かると思います。で、だから一応言っとくと、 LSM 項は今後効かないで落とします。で、いやここからは長いんですけど、あのいわゆるハバード・ストラトノビッチ変換をして、あの人工的な場を導入します。
ここに右辺に J ミューっていう J タウとか JX とかで2成分の場を導入していて、これ A 方完成して J ミュー2成分について積分するとこっちが再現されます。だからこれは逆に解いて J ミューっていう場を導入してあります。なんで分配関数としてはシータと今導入した JXJ タウっていう場の経路積分で、J ミューについてのこういう事情項と、虚数単位がかかりつつ J ミューとナブラミュー、ナブラシータがカップルしている項、それとフガスティとウズドっていう格好に書かれます。で注目するのはここ、この一番変な項、ある意味、まあ、こっちの2行目も変は変なんですけど素性は分かってるんで、この2行目の1行目のこいつだけちょっとよくわからないので、ここについて考察をしましょう。ここ部分積分、今このナブラミューっていうのはシータにかかってます。部分積分しましょう。あ、ごめんなさい。そうすると J ミューの方にかかるので、これはだから J のナブラドット J ダイバージェンスになってます。でその代わりマイナスがつくけど、まあ、そこは大した問題じゃない。で、ここのトリックは今、シータがどこにいるか注目してみると、シータここにしかいませんね。もちろん、ウズドとかには、あらわあのインプリシットに入ってますけど、一旦整数だってことを指定してしまえば、シータはここにしかいないし、あるいは別の言い方を変えて、すると、シータをスピン波的な部分とボーテックスの部分に分けたときに、こっちに寄与するのはボーテックスの部分で、こっちにシータのスピン波的な部分が残っていて、そのスピン波的な部分について積分をすると言ってもいいです。まあ、それはだから二次元の XY 模型でサインゴルドン出した時のいわゆるコスタリツとかサウレス、どっち、強調の方かな、コスタリツ・サウレスの議論と同じです。で、シータについて積分すると、これよくよく見てみると、まあ、なんか肩に積分乗ってるんでややこしいんで、また軸を離散化して、この積分をサメーションに直して、で、肩に下ろしていきましょう。つまり、プロダクトにします。ちょっと体積要素忘れちゃいましたけど、ちょっとご愛嬌ということで、効かないので。で、そう見ると、ここにシータっていう積分する量と、ここになんか係数がかかって、ここに i っていうのがいます。ここの大括弧の中で書いたやつってのはリアル、物理量。まあ、とりあえずリアルだと仮定しましょう。元々の積分もガウス積分仮定してるんで、ここはリアルだと思わないといけない。そう思うと、これは要するに、エクスポネンシャル IKX を X について積分したら、デルタ関数の K が出てきますよっていうのと同じで、デルタ関数が出てくるので、つまりこのシータに関する積分っていうのは、J が渦を持たない。じゃあ発散しないっていう条件になります。以降、この積分、まあ、結局、積分をこっちに戻、積分せずにこの項を評価するんですけど、いずれにせよ、この条件が課されたもとで、JMU とかを評価してもいいので、JMU をこの条件のもとで書き直します。で、ここで一次元性というか、時空二次元性が効いてきます。で時空2次元なんで、こういう、ダイバージェンス0っていう条件は、完全反対小転数を使って、あるスカラー関数の、微分のちょっと成分をミキス入れ替えたやつになってて、でこれ微分してやると完全反対小転数のおかげで、μとニューに関する微分が2発、1発ずつ入るんだけど、μとニューの入れ替えに関して反対小なんだから、サメーション取ってるとゼロ。だから自動的にこういうふうに書き下すと、この条件が満たされるわけで。まあ、これはちょっとずるい書き方で、ちゃんと事件合わせるためにはここに速度がいるんですけど、まあ、それはまあ後で読み解くとして。まあ、ここは簡便なノーテーションということでお許しください。つまり、J タウっていうのは、パイの X 微分だったら、JX っていうのはマイナス1倍のパイのタウ微分。まあ、実験揃えるために V 入れときました。それで済みます。で、嬉しいのは、さっき分配関数内に JMU の事情ありましたけど、これ、まあ、位置が入れ替わってる、位置というか成分が入れ替わってるだけなんで、今度はこういうカイネティックタームの事情になりますね。
で、今、J に関する積分が一気に Φ に関する積分になりました。あ、θ残してませんけど、ここにまだ θ いるんで、ちょっとそれはミスです。で、だから、J に関する部分がこういう Φ のカイネティックタームみたいに化けて、で、今ここに Φ の2回微分みたいな格好で入ってるんですけど、これだからさっき言った理屈だと0やんけっていう思うんですけど、これもう1回、もう2回というか、その部分積分して積分を θ に押し付けてみると、渦度そのものなんですね。だから、渦度そのものなので、この要は x 微分してからタオ微分するのとタオ微分してから x 微分するっていうのが違うっていう渦がこうぐるぐるしてるとそれを拾ってきてしまうので、これが整数になってしまう。でそれはこういう完全反対焦点数を使って書き直せるので、実はここは残さなきゃいけなくて、この φ っていうのはまあ今も軸を微酸化してるだけです。これはそうするとここがきれいにこういうふうに φ と渦度が結合するっていう格好に書き直せて、今もう全部軸を離散化して最初のプロダクトにしています。そうすると、あ、このでもこの渦度の方のサンメーションは残ります。なんでかっていうと、渦度のこのインデックスというのは座標じゃなくて渦が何個いますかっていうカウントをしているので、また別のインデックスです。でそうすると、まあ、ここに渦度と S-M がいたんで、ここに1行にまとめられてだいぶシンプルになりました。だからこれ φ がすでにノンローカルな場だっていうことを示唆していて、渦度と結合しているので、ある種のトポロジカルな場っていうのはこの図からも分かる、この標識からも分かります。はい、だから、そうです。発散がないって条件からローテーションで書いたみたいなやつですかね。ええ、そうそう。だけど、まあなんかこういう渦度とカップルする仕方から見るに、その友永ラティンジャリキッドで、そのジョルダン・ウィグナーのストリングで導入した時のファイと、何らかの意味で類似性があるような。欲感を持たせてるっていうのは、こういうトポロジカルな場なので、 θ は非常にローカルですよね。これもともと S プラスとか S をエクスポネンシャル iθ で書いてるので、あ、これを π で書いてるのは、なんかその π と関連することを後で言います。ちゃんとオチが用意されてます。この辺ではなんかよくわかんない、そうそう、あ、ですからポテンシャルが、そうです。だからここは完全に、ここまでは完全に数学のトリックというか、数学というにはちょっとおこがましいかもしれないけど、まあ単純な式変形上のトリックで導入されてるんですけど、その物理的意味はおいおい明らかになってきます。で、まあその物理的意味の第一歩がこの渦度と結合しているということで、よくあるのはこの渦度の数、渦度の数、まあそんなにたくさん生成されないとしましょう。つまりギャップレスだったら渦無限に出てきてもいいんだけど、ギャップが空くかもしれないから、もしギャップが空くんだったとしたら渦はそんなにないんだから、まず渦の数制限してみて、本当にギャップが空くか確認して、ギャップが空いてたら、あ、じゃあ渦は少ないですねって整合性は後で確認します。で、渦度が多いほどエネルギー的に、渦度が大きいほどエネルギー的に損するわけだから、渦度も0か1に制限しましょう。マイナス1でもいいですけど。で、そうすると渦がないときは必ずここに1が出てきて、渦度が1っていう例記が1つあったら、ここからエクスポネンシャルの項率が出てきて、ここは常に1で、渦度がマイナス1だったら、あ、ごめんなさい、ここマイナス忘れてます、マイナスが出てくるので、で渦度の、あ、違う、フガシティの方は常にプラマ1だとしても同じなので、ここを一気にまとめてコサインが出てくる。すみません、ここがマイナスなんで正しくないように見えますけど、ここマイナス抜けてます。なので1たす2ゼータのコサイン、こんな格好で、今 S-M が整数だってことを思い出すと、こいつのサインは消えるので、まあコサイン 2π とこのピリングっぽいやつのコサインは分離できます。で今度は1たす x ってのエクスポネンシャル x っていうふうにもう一回戻してやると、
グダグダだった上に、結局このエクスポネンシャルの型にこのコサインが載ってるので、まあ最後にエフェクティブアクションに全部吸収させて、めでたしめでたし、まあだいぶトリッキーなんですけど、こういうこの話から、渦度が1個、渦度がプラマイ1のが高々1個って条件からこういう感じで変形してきます。割合の分からないエクスポネンシャルやってもスタッフ X が大体エクスポネンシャルっていうところを使って、そうですそうですそうです、そうです、その通りです。注釈ありがとうございます。おっしゃる通りです。はい、まあだいぶ荒々しい計算になるんですけど、こうやってサインゴールドン出せるんですね。で、面白いのは、まあサインゴールドンが出たんだけど、ここにトポロジカル項に起因する符号みたいなのが出てきていて、S-M かけ π が π の整数倍なんですけど、π なのか 2π なのかがで符号が変わりますよね。まあいいか、これは一旦飛ばしましょう。で、S-M が1だったとするとコサインはマイナス1で、S-M が2だとするとコサインはプラス1。で、2の状況っていうのが S1 のチェーンの3分の1プラットで、S-M が1っていうのが、こっちのここの S2 分の1の3分の1プラットと S1 の3分の2プラットに対応してるので、ちゃんと区別があるように見える。はい、なので少なくとも SPT かどうかトリビアルかどうかは知らんけど、この2種類の分類はある程度正しそうだってことは分かりました。ただもちろん今このラティンジャパラメータの大きさを知らないので、本当にこのコサインがギャップを開けるほどレレバントかどうか知らないんだけど、まあギャップを開けたとしましょう。でここからちょっと大げさな半固定ボゾン化公式とか言ってるんですけど、今我々、ファイっていう場を導入しました。ファイっていう場をどういう意味合いがあるのかっていうのをもうちょっと議論する必要があって、ゆくゆくは何をしたいかっていうと、今我々サインゴールドンを得ましたけど、それが本当にトポロジカルなのかどうなのかっていうのはファイの素性を知らないと分かんなくて、さらにはそのスピンとファイとの関係を知らないと、例えばハルデンフェイズはストリング秩序を持つんだから、ちゃんと、ストリング秩序をネガティブにして、ストリングオーダーをネガティブにしてくださいよっていう条件を満たすためには、SZ とファイとの関係が欲しい。そういうある種のボゾン化公式を得るために、ちょっと議論をします。で、ファイ、こういうふうにして導入したファイとシータは、まあ、デュアル、相対ということができます。なんでか。もともと、この J μ っていう量は、この平方完成して、この J μ を積分したら元のカイネティックタームが出ることから明らかなように、あ、ここマイナス抜けてますね、ごめんなさい、プラスじゃなくてマイナスです。この、J μ を積分すると元のカイネティックタームが出てきていて、それをあえてこういうふうに変換しました。こうやってハバード・ストロトノビッチで導入した、冗長な場です。ただし、まあ、この段階で見てみると、最小作用の原理からダイナミカルに実現する J μ の範囲っていうのは、このおっと最小作用なので、このここがマイナス S だから、このスクエアの中をできるだけ小さくしたいわけですね、経路に沿って、物理的な経路に沿って。そうするとこの J μ っていうのがファイで、すいません、これシータですね。IK かける D μ のシータで書けます。つまり、J μ っていうのは、このファイのこういう微分、かつシータ、ここもシータですね、ごめんなさい。シータのこういう微分です。で、これを X 成分、タオ成分に比較してみると、ファイの X 微分とシータのタオ微分、ファイのタオ微分と X のシータ微分がくっついてて、実時間に無理やり戻す、解析接続して戻しましょう。そうすると、ちゃんとファイの空間微分とシータの時間微分が入れ替わっているので、この意味において相対です。で、もともとの先週じゃないで、昨日やった
ハイゼンベルグのというか、まあ、XXZ さんの TL 液体では運動方程式解いてみるとこういう相関関係から運動方程式これで書けていて完全に一致してるんですね。だから、まあ、非常に同じような保存化公式が存在することを期待したくなります。かなり同質な場の理論です。実際実はちゃんと逐一ボゾンとスピンの対応関係を追ってみると結構きれいな対応関係があって、今時間が経ってるけどファイの空間微分がここにユニフォームなパートで現れてちょっとサインになっちゃってますけど、サインにファイとこういうここに変な位相部分は出てきちゃうけどほとんど同じような公式が成り立つってことが実は示せます。でここでスキップしたのは今まではこれごめんなさい、これ TZ ですね、まあ、T と反共時世の XY 面内の揺らぎしか考えてなかったんだけど、陽子揺らぎが θ とか φ とかでどういうふうに書けますか、例えば Z 方向のスタガード成分、 XY 成分のユニフォーム成分がどういうふうに書けますかっていうのは全部運動方程式とかその他もろもろを使って追うことができて、それを全部ひっくるめてまとめるとこういう式になるっていうふうにまとめられます。で、まあ、実は今 LSM タームが効かない状況でやりましたけど、例えばこれが PRQ が2分の1とかもの時も同じような LSM 項が効くんだけど同じような公式が成り立って、かつどこまで遡るんだっけ、これか、コサイン 2φ がコサイン 4φ になるといったような、要はだから半奇数の時は 2π でなくて 4π が出ますよっていう、そういう場の理論の同じようなイーブンオートエフェクトも確認できますが、それはちょっと長すぎるので省略します。まあ、同様の議論ができますというだけで、で実は波数ゼロ、波数じゃない実化ゼロの時もそのさっき山本さんの質問にありましたけど、今は Z 方向を固定してその周りの U1 でやりましたけど、本当にまん丸のちょっと SZ 事情みたいなシングルヨアナイソトロピーを入れないといけないけど、そういうふうに入れるとさっきのメロンみたいな霊気が出てきて、ある種とそれもボーテックスライクな霊気なので、今も同じようにノリニアシグマも非線形シグマ模型からハバードストラトノビッチ変換とかベリーフェーズとかその他もろもろを経てサインゴルドンを得られて、かつこの手の保存化公式が半固定の場合にも導出できます。まあ、その辺はこの論文のアペンディクスすごい長いんですけどにまとめてあります。なんで我々もともとはこれ一部は当然田中さんたちも導出してるんですけど、我々は一応この PRQ が2分の1の状況とかにもやってて、でそういう状況で同様に成り立つから、ある種のセミクラシカルなボゾナイゼーションだと僕らは呼んでますけど、まあ、これを見ると昨日の S ボゾン化の議論と非線形シグマ模型の議論が実は同じような適用範囲になるっていうのは、まあ、なんとなく納得できるんじゃないかなと思います。で、まあ、ちょっと長くなりましたけど、結局ボゾン化公式得たのでこの話に戻ってきます。で、まあ、ストリング秩序をこういうもので計算したいわけですね。で計算するにはZ 成分のユニフォームパートが欲しいんだけど、それはこういうふうに N で書けました。で、N で書けたうち、この、残るパートを見てみると、これ Z 成分なんで、XY-YX みたいな格好で書けてるので、この T 微分からこの θ の T 微分が出てきて、ここの H の方は結局消えますね。はい。消えるは嘘か、残るんだけど、この項は結局コンスタントが出てくるので、それは時間に置き換えてるんですね。っていうのは2発外積がかかってるので H そのものが出てくるのと N.H みたいなのが出てくるんだけど、今 N っていうのが面内に寝てて H が Z 方向なんで N と H の方は直行してるから、まあ、結局コンスタントが出てきて終わりっていう、まあ、そういう計算で、まあ、ともかくコンスタントが出てきます。でさっきの θ と π が相対だってことを使うと θ の時間微分は
こういうファインの空間微分のこういう比率でケースでかけてたんだけど、K が、自分の π だったからこういうふうにかけてて、結局ここに代入するとちゃんとさっきのボゾン化公式のユニフォームパートで、おっと失礼、まあ、こういう S2 分の時の1の時と同じように SZ、TZ になってますけど、ユニフォームパートの揺らぎっていうのはファインの空間微分でかけていて、だからこういう意味においても、その S2 分の1のボゾン化の時のファイとこれが今のファイが同じようなもんだろうと思えるわけです。で、あとは同様の議論で、まあ、結局、ファイが、あ、これは正しいんですよね。さっきなんかちょっと宿題で持ち帰っちゃいましたけど、なんかファイのピン止めする場所がおかしいよねって話だったんですけど、S-M が1だったとしましょう。そうするとコサインが π なので、これマイナス1ですよね。で、ゼータって不合式なんでポジティブなんです。だから係数はポジティブなんですよ。そうすると、ファイは、コスタインをマイナス1にしたいから、ファイは2分の π に行くんですね。そうすると、この u っていうやつは、全体としてマイナス1になりたいし、逆に s-m、逆にっていうか s-m が2だったらコサインが1だから、コサインにファイを1にしたいんだから、ファイは0に行きたいんだから、u はポジティブに行くんだから、ちゃんとストリング秩序の意味でも、s-m が奇数か偶数かで、トポロジカルかトリビアルかが確認できて、ちゃんと spt であるってことが確認できた。あれ謎ですね。ちょっとすいません、宿題にさせてください。はい。すいません。エンタングルメントスペクトラムですと、計算はある。関係はある。関係はあるけど、計算は厳しいかな。その代わりになるかは分からないけど、この高吉、戸塚、田中の論文では、エンタングルメントスペクトラムを見るのと同じ、高価な情報を持つストレンジコリレーターっていうものを計算していて、まあ、それはまあ現状見てください。まあ、それって何をやってるかっていうと、あのエンタングルメントスペクトラムがハルデンフェーズみたいに偶数重縮体するっていうのは、どういうふうに言い換えられるかっていうと、K をバツンとオープンバウンダリーにしたときに、表面にフラクショナルなスピンが出てくる。要は S1 のスピンチェーンだと、その半分、スピン2分の1が端っこに現れるっていう、それがトポロジカルだってことで、そのスピン2分の1の自由度を拾ってるから、エンタングルメントスペクトラムは縮体してるんですけど、どこで切ってもそういうフラクショナルなスピンが出てくるから。そういう理由でそうしたけど。まあ、非常に雑には。だから、どこを切っても、どのボンドで切っても、スピン2分の1がシングレットを組んでるんで、必ず1個壊すんですね。そうすると壊れたシングレットボンドがの片割れずつがそこの表面に現れます。まあ、だからそういう意味です。だからでも、だからシングレットじゃなくてトリプレットだったら全然違う話ですけど、まあでも少なくとも、その表面にフラクショナルな S2 分の1が出てくることは必要なわけです。で、そのストレンジコリレーターって言ってるのはまさにそういう表面状態が非自明であるっていうのを拾ってて、うん。なので、まあ、エンタングルメントスペクトラムと同じことをやってるんだけど、スペクトラムエンタングルメントスペクトラム自体をこの手の場の理論で計算するって例はないと、なくはないんだけど、場合によってはできるんだけど、この場合にもできるかよくわからないです。個人的には厳しいかなと思うんだけど、一番下の縮体ぐらいはいけていいんじゃないかなと思って。それこそ LSM みたいに、なんか、一重になってはいけないぐらいは言えてもいいのかなと思いますね。まあ、でもちょっと、まあ、挑戦的な感じですね。まあそうですね。まあ確かに多分一番気にしてるのってハルデーンだからストリング秩序があってよかったんだけど、そうでない SPT の場合にどうやってトポロジカルかどうかを判定するのかっていう話なんだと思うんですけど、厳密には
だから 1D だからって言って必ずしもストリング秩序でピックアップできるかっていうと別の話で、それはやっぱりちゃんと対象性による保護とかエッジ状態を見るとかやらないといけなくて、でもそっちの方がまあ場の理論的には多分相性がいい、エンタングルメントスペクトラムを見るよりは。例えばそうですね、そのちょっとここでは書かなかったけど、そのエンタン、あのエッジの話と場の理論が相性がいいのは知られていて、特にトポロジカルタームがある場合、今日ちょっとお話的にベース済みの1点の場の理論を話しましたけど、あれのトポロジカルタームはベース済みのタームって呼ばれていて、1たす1次元2次元軸のベース済みの1点があります。でベース済みのタームを持ってます。で表面を作ります。そこは0たす1次元ですよね。そこに現れるのはあのトポロジカルタームもグローバルのオブジェクトなので、ある意味で全微分みたいな格好をしていて、ボーテスティと一緒で、で表面の差分になるんですけど、その時には表面はその0たす1次元のシータタームというかベリーフェーズそのものが出てきます。なのでそういうふうにベリーフェーズからそのあのバルクの場の理論のトポロジカル項が分かったなら表面を調べるとか、そっちの方がまだトポロジカルかどうかを確認するという意味ではやりやすいかな、この路線とは。あとはやっぱりシメトリプロテクションを見て地面にギャップが空かないっていうのは対称性とスピン系の対称性と場の理論の翻訳則を作ったから議論はしやすいので、まあちょっとエンタングルメントエントロピーだけ計算しにくいですね、さすがに。計算用計算そうですね、エンタングルメントスペクトラムは数値計算用だと僕は思ってますけど、はい、あ、本当だ。ちょっと時間意外と早く済みましたね。そうですね、じゃあ5分ぐらい休憩してまた15時半からで。次は磁気共鳴があって、やります。それと、あと、ブラックスインサージョンのとこ飛ばしちゃったんですけど、そこをまあ今飛ばさなくてもよくなったので、もう一回おさらいしてもいいかなと思います。あ、すいません。そしたら一旦動画、はい、レコーディング止めて。はい、お願いします。はい、また。はいはい。